あ、回したけど、できてんかな、これ。画面向きのロックされています。え、お、こんばんは。こんばんは。見れてるんだな、これ。見える、そんな遠くて。見える。この T シャツはなんていうブランド、これ。イン・ノン・オン・キン。え、すごっ。あ、告示した。うん、俺しよう。すげえ見てる。本当？いや、俺のだってチャンネルの我々には。そう、どう、座ってみて。こんばんは、いい感じ。おお、これはだからライブ、これ残るからね、これ。ずっと、うん、あ、そうなの。ライブだから、ライブでもまだ後から見れるような感じ。あ、そういうこと。そう。じゃあ下ネタは言えないってこと。下ネタはどうなんの。 YouTube ライブで下ネタしたらどうなんの。バンされんかな。されるか。あんま激しいのが来ちゃうんでしょ。お、すごい。何食べてる？これやる？これやる？それやりたいわ。ライブ中に。まあ、ただ、あ、肝心のお肉持ってきてるのかい。これから持ってくる。そうだね。ハローエブリワン。どうかな、これで近くなったけど。あ、いいんじゃない。あ、いい感じ。ちょいけそう。もうちょいけそう。こんくらい、うん、これでも映るよね。あ、いいんじゃない。これぐらいで、いい感じ、いい感じ。一発芸、セミの真似します。ミン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 。ちょっと映ってないです。セミの真似します。ミン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 。よくそんなことできるね。そうでしょ。よくそんなこと、そう、つまんない。ほら、楽しいってきたよ。そうでしょ。ほんと、みんなおかしいよ、それ。あ、面白いってきた、ほら。そうでしょ。あ、タツヤ、今日魚あるわ。なに、あとでサバコ。違う、もうね、魚一匹やんの。魚さばくの。魚さばく YouTube。 それはやばい、楽しい。一匹、もう丸々。マジ、うん。何それ。え、じゃあ、あ、手洗いがしてない、ちゃんとしよう。あ、しよう。手洗いが、石鹸で手を洗おうとしてる。石鹸で手を洗おうとしたうでしょ。マジ、コメ君、あるわ。言った。あるわ、それで言った。それも誰なんだろう、言った。少し、少し。石鹸で手を洗おうって言った人、知ってる人。
知ってる人、石鹸で手を洗おう、石鹸で手を洗おう。やっぱ知ってる、全く知らん。これね、俺の小学校の頃、そのなんていうの、ご飯、食事、ご飯食べる前に校内放送で流れるの、絶対この歌が。やば。え、でも知ってる人いいんだ。名古屋だけかな。よし、あざま。ということで、今日ははいしゃぶしゃぶ、イエーイ、しゃぶしゃぶやります、イエーイ。いや、ね、昨日残りなんだけどね、イエーイ。でもいい、しゃぶしゃぶって、いや、いつやっても最高じゃない。うん、あきる君特製のしゃぶしゃぶを、ヘルシーだし、ヘルシー、ハッピー。すごいね、YouTube ライブ、俺初めてやるかも、YouTube ライブ。 YouTube ライブね、いいんですよ。じゃあ、しゃぶっていきますか。しゃぶっていきますか、下ネタ。下ネタじゃないわ。これ、変な前やめて。下ネタだよ。はい。あ、しゃぶろ。しゃぶってる、牛ね。しゃぶってる。牛。こっち豚で。え、これ生でしゃぶれんの。生でしゃぶるって、おかしいでしょ。それ、直でしゃぶんのおかしい。あ、そっか、直でしゃぶんの。しゃぶるっていうか、食ってる。食う。じゃあ入れます。それは草、それは草、草取り越してバラ。それなんなの、いつも言うけど。え、今流行ってるよ。え、それさっきのオリジナルじゃないの。俺でオリジナルにしとくわ。バラ取り越してエリザベス。それちょっとよくわかんない。あ、バーされないようにだって、やっぱり。なんでなんでなんで。やっぱバーされるんだって。だ、変なこと言うとバーされるから気をつけた方がいい。よし、さっきのチャンネルバーされる。バーされたらもうダメだって。これどのタイミングでバーされるんだろう。だから下ネタ禁止です。これしゃぶしゃぶなんかつけた方がいいのかな。味あるかな。あれだって、この間のあれはネギと、あれもうね、だしないんだよね。あ、ないんだ。うん、普通に俺が作ればいいけど。だし、でもこれ味付いてる。この前のやつはあんま、一応これ味がついてる。あ、じゃあ、あ、いいんじゃない。うん、うまい。でも結構味を食うかも。塩とか、塩、何だろう、ポン酢。あ、これ、うん、鍋みたいにしちゃう。あ、あり。こっちにちょっと入れればいいんじゃない。あ、そういうこと。で、ちょっと汁足してみたいな。そう、結構しょっぱいかな。で、風の強さがちょっと、あ、うまい、うまい、おいしい、昨日の味似てる。え、うまい。なんて言ってるか昨日の味似てる。ということで、じゃあ、あれ、コメント、え、どういうこと、ちょっと怖いなった、達也くん、あ、そういうことか。怖い。いや、なんか愛知県の服が入ってた。たけるくん、今日の服はどこのブランド。これはですね、おいしい。これなんて書いてある。かわいい、それ。え、イン、インじゃねえな、イタリアかなんかのブランドなんだよ、これ。かわいい、イブランド名、これなんだよね。どういうとこで買ってんのこれ。これはなんかセレクトショップみたいなとか。へぇ、多分これだと思う、ブランド名。イージーブースト欲しい。いただきます。うまち、うまい。たけるくんのブランド来てますよ、僕たまに。うぇ、ありがとうございます。おいしい、最高。やんのかい。風の強さがちょっと。最近ギター始めました。おめでとうございます。おお。みんな、達也の YouTube 登録してあげてね。あ、ありがとうございます。今、目指せ1万人なんで。まあ、ちなみに何人ですか。今ね、3500人ぐらいです。
なんでもうちょいもうちょいじゃないか、はい、皆さん俺ね思うんだ本当に中身はめちゃくちゃ面白いと思うの、うん、俺本当最近の悩みで、うん、見たら絶対楽しいと思う自信があるの、うん、全部、うん、だけど再生回数伸びないの。なるほどね。でも見ると面白いっていうコメントは絶対あるの、うん、なるほどね。だからね、なんだろう、どうしたらいいの悩みマジで。再生数伸びない。なんかがないとね、そのわかんない、俺も全然あれだけど、なんかね、まあ試合とかあってさ、うん、そのしっかり勝ってさ、まあ、やったりするとさ、なんていうんだろう、見てくれるけど、今の時って難しいじゃん、なかなか。なんかチンコで燃やしてバズらしたいね。ダメ。あ、バーサル、バーサル。バーサル。バーサル。ダメ。ダメ、ダメ。チンポって言いなさい。チンポもダメ。お前、しゃべしゃべ食べてます。あ、チャンネル登録しましたって。わ、ありがとうございます。嬉しいです。ほんと、見てほしいです、僕の動画を、うん、おすすめは最近のやつおすすめかもしれないです。おすすめはあ、そう、タケルが見催眠術。嘘でしょ一番伸びてない伸びてないの、あれあれはただの俺がきついやつ。俺はちょっとツボだけどな、あれは最悪。タケル君、下ネタ好きですね。下ネタしか話してないよ、ほんとに。風速いきません。あ、うまっ。ね、朝倉くんとね、コラボしたいですね。このお菓子、うわ、それ面白い。もうちょっとしてからかな。それやばくない？ね、コラボしたら2人で達也をボコボコにするっていう。そうでしょ。そんなんきつすぎでしょ。それに出たらやばいな。カメちゃん来てるだっ。ね。カメちゃん見に来てるってこと。優勝見れるの。みんな優勝。こっちみんな優勝。こっちみんなきつい。画面みんな消せ。もう携帯投げろ。携帯投げろ。いっぱい来てしまってすごいね。うまい。わ、香水ありがとうございます。達也くんの嘘でしょが可愛い。嘘でしょ。これ。うまちうまいよね、これ。え、マジでうまい、これ俺めっちゃ好きかもしれない、ほんとこの味。角度が悪いのかな。マジ、タケルんちのしゃべしゃべうまい。俺が作ってるこれ冗談抜きでマジでうまい。俺が作ってるからうまいでしょ、それは。え、俺結構しゃべしゃべランキング結構高いよ、これ。そうそう、くそうまい。なんだこれ。いた、おいしい。見てる人増えないな。え、でもさっき200何人で今332人。増えてるよ、うん、あ、増えてるわ。え、どこ見せた。じゃあどこ見せた。500人いったら何かしよう。あ、みんな呼び込んで500人いったら歌歌って。いや、俺のインスタライブでしょ、こっちこっち見るって減るよ減るよ。うまいな。マジでうまい。あっつ。お米あるの、それは。お米は玄米です。はい、僕は玄米しか食べません。はい、健康的なんで。玄米、俺最近知ったんだよね。やばくない、それ。ほんとだって、トウモロコシみたいなこと言ってなかった、玄米のこと玄米は玄米です。玄米って何なのって。玄米は初めて。米に何かしてんのみたいなこと言い出して。いや、米の元々の姿が玄米だから。米を何かしたら玄米になると思ってたし、うん、もともと玄米で、うん、だから周りの皮を取ったのが白米ってことは一緒だってこと。一緒一緒一緒で、だから玄米はサボってんじゃん。サボってちゃんと剥くの面倒いからっつって売り出しちゃうの、うん、違う、ほんと玄米、もともとは玄米なんだよ。なんかだけど、うん、であの周りの殻がなんか嫌で多分取るようになったんじゃない。でも殻があった方が栄養いいんでしょ。そう、栄養いい。なんでなんだろうね。いや、栄養、なんか食物繊維とか、なんかいいんじゃない。へぇ、何の話してんの。いや、普通に興味深いからさ、うんうん、プレゼント企画。プレゼント企画ね。
あ、でもちょっとね、嘘でしょ、増えてきてるわ、増えてきてる、500人いったら、嘘でしょ、500人いったら、何もう、年もネタぶっこんで、バンされる増えた意味、増えてほしくない。え、これ YouTube ライブも監視されてるってことじゃ、だから、じゃない、そういうことか、あ、でも、そうだよね、裸とかやって、そうだよね、やっちゃう人もいるもんね、絶対すごくない、監視してるんじゃん、確かに。え、YouTube ライブってこれ時間無制限なの？無制限。あ、無制限なの？そう、すごいね、だから、すごいんだよ、永遠やれるってこと、永遠やれるんだよ、やば、30分とか、1時間とか、すごいんだよ、しかも後からもまた見れるから。あ、それすごいね、そう、めっちゃすごいライブ、マジ変なこと言えないじゃん、これ変なこと言えないよ、結構だから、後半、前半どうなんの、バンされて急に終わるんかな、はい、終了みたいな、なんかバンされる前提で話すの、それもしされてないのかな、あの、なんかさ、歌うやつあるじゃん、うん、で、歌だったらこっちバーンってされるさ、テレビあるじゃん、あ、確かに確かに、そんな感じで、なんか下ネタ行った瞬間、バーンされた瞬間、画面が落ちるとか、うん、この会話もずっと聞かれてるから警戒されてるよ、多分こいつらいつ言うんだみたいな。あ、そっか、警戒してるか、今、準備してる、やばい、増えてるよ、すごい、やば、じゃあみんなが喜んでくれてんじゃないの、これ、うーん、レジェンド企画お願いします、だって500人いったら。わかりました、え、2人がチュー、500人いったらチューする、最悪、登録しました、って、ありがとうございます、嬉しい、本当はあの友達呼んでお願いします、中身はマジで面白いと思ってるんで、 YouTube の内容見てほしいです、うん、マジで、あのあなたたちのあの5分間とか10分間、その時間を、うん、僕の動画で幸せにします。おお、言いましたね、できなかったらどうすんの、いや、できなくない、おお、どうも、ローランド、ローランド達也です、気持ち悪い、はい、めっちゃうまいやん、食欲めっちゃうまくない、うん、やばい、ほら、YouTuber で一番好きって書いてあるよ、誰？達也？うん、頭おかしいんじゃない？おい嘘でしょ、学校入れすぎると楽しくない、わかん、頭おかしいわ、やばいわ、携帯カバーは僕のブランドのアンプレスデンテッド、これかわいいよね、俺のサイズないの？あるよ、嘘でしょ、達也なんか自分のつけてなかった、つけてないよ、あげるよ、すごいよ、俺も自分のこの大きいサイズがないかと思って、俺はずっと言わなかった、10プラスある、うん、そうでしょ、まあ、金取るけどね、みんな結構つけててさ、うん、俺もらってないからさ、結構なんでかな、だから俺自分で解釈してたの、あ、俺10プラスだから多分、まあ、こうやくんとかひろくんとか、みんなつけてんじゃん、松村もつけてるじゃん、で、俺つけてないから、ちょっと、あれと思っとったんだけど、うん、自分の中で、うん、あ、まあ、俺プラスだし多分ないんだろうなって言って、竹の木使ってんかなと思って、うん、って考えてたけど、ある普通に嫌いだからあげてないだけ、インスタ中止ライブ中止、待って、増えてる、400人だったよ、ライブ中止ですよ、これ本当にあったかな、在庫あったらあげるよ、マジ欲しいよ、マジシール貼りまくって何か分からんかしてる、ありがとう、うまいわ、500人いたら歌ってください、さっきの続編やります、じゃあ、あー、いいね、500人いったらね、すげえ増えるってすごいね、500人いったら歌うけど、600人いったら達也が全裸になります、バン、この人たちバン、うん、あ、これ増えたり減ったりしてるってことは長いの人数ってこと、うん、だよね、お、うん、合計じゃないもんね、いや、コメント早くて読めないな、ね、お茶碗一緒です、はい、ほんとスマホリング、ふかしいないね、ふかし電話してあげようか、じゃああれさ、これでやった企画あんだけど面白いよ、うん、何だから、なんでやったやったよ、何、あー電話、そう、急にわけわかんない、あー、これちょっと面白そう、面白い、ちょっと俺焦ったもん、次達也の、え、いつぐらい出すのそれ、いや、でも次出す、お、次のタッチャーの YouTube ちょっと、うん、あの変わったやつだよね、ちょっと面白い、結構あれ面白い、なんかパクリやん、
え、バケてない自分で、まあ、自分でっていうか、チームメンバーのメンバーのチームって何人だっけ。どうしようかな、止めちゃ、え、止まったらどうなんだろう。止まったら一回出てってんだよ、みんな。あ、そうだ、ダメ、ちょっと連絡してください。インスタかな。あ、減った。そうでしょ。あ、500人いったら、あ、ちょっと減ったじゃん、さっき400人いったのに。うまっ。じゃあ話つないで、話つなげます、俺の苦手な分野。マジで、ね、どうしよう。皆さん何してますか。電波悪い、嘘でしょ。あれ繋いでる Wi-Fi、うん、電波悪い、めっちゃ音割れてる。音割れてんの、マジダメだよ、ダメだよ。まだ割れてる、声が割れてます、ガサガサしてる。わ、落ちて減ったんだ、画面固まる、いい感じ。はい、じゃあどうでしょうか。声が小さくなってる。聞こえますか？音割れてる。なんでだろう。なんだろうね。聞こえます。音割れひどいな。聞こえますかな。電話当てられてるみたいな声。おい、ダメ。聞こえる。あ、バッチリ。問題ない。お、治った？治りましたかね。ダメ？聞こえますか？あー、聞きづらい。聞こえる時もあるけど聞こえない時もある。割れてる。治りました。治ってないよ。ピースして、ピース。たけるくんザーザー言ってる。破れてる。割れてるけど聞こえる。響きます。電話当たってる。電話声ノイズ入ってるけど問題ないです。いけそうですか？眉毛離れてる。それは扇風機で喋ってるみたい。そんな感じ。電波悪い。どうすればいいのこれ。増えたよ、また400人。本当だ。いや、ちょっと、この音と関係ない、これ関係ない。どうですか声。治った。おお、うえー、ほら復活です。あ、よかったです。じゃあ500人いったらやりましょう、はい、いろいろみんな呼んできてください。また割れた。嘘でしょ。治ったから腕相撲。俺達也には絶対腕相撲勝てない。達也もうえぐいから、強さがもう若干なってる。あ、戻った。オッケーです。ごめんなさい。はい。よし。いやー、しゃぶしゃぶがうまいですね。めっちゃ美味しいわ。質問コーナー。割れてんの？ブンブンなってる。治ってない。割れてる。もう帰りなさい。あなたの携帯じゃない？もう帰りなさい。で、ケース外したら逆に。いや、ケースじゃないと思うよ。本当？うん。さっき電話かかってきちゃったから。だってするな。か、うん、分かった。うん。Wi-Fi 切る。見る。Wi-Fi の接続が悪くなった。
どうですか、声どうですか、声聞こえますか、治ってないって。いや、多分その方が時間差でしょ。500人いったらマギーと打つもやめろやめろ、エビシ治ったって。おお、あ、やばい、ハイだった、治った、やばい、ハイだ、来た、った、ありがとう、ほら、ワイファイだ。うん、見えない。500人いったらプレゼント企画だって。プレゼント企画でどうやってんの、みんな。あ、結構ね、難しいんだよね、なんか送るの大変じゃない。送るの大変、住所聞いて、住所聞いてあるんだよね、そういうフォームみたいなのを作ってそれ選んでみたいな。治ってなくね、ウォウォ、悪いっすよ、割れてる、治れんやけ、治った治った治った、ほんと治ったって人と割れてるっていう人が、うん、人によってなのかな。あー、電波かな、じゃあメンチってあんま電波良くないんだよね。そうでしょ、あ、てか見てよ、竹の絵本で見ればいい。ああ、そっか、そうね。これでなんか再生あの実写数が増えるのも嫌で、ちょっと気にするってあるけど、一人じゃん、一人じゃん、いや全然いいじゃん、あ、できてる、全然いい、全然、あ、でも声か、あ、声が割れてるわ。たけるくん喋ると大丈夫だけど、達也くんダメだって。それはおかしいでしょ。達也じゃん。それ俺の声がもう滑舌悪いじゃん。達也じゃん。達也がガラガラ声だもんね。嘘でしょ。うまっ。鍋は僕が作りました。本当にコメント見れるじゃん。本当にうまい。あ、確かにこれ見れるじゃん。ただ、うん、さ、どういう風にさ、うん、なってる。入り口、入り口、うん、その最初の YouTube の中身、そうそうそう、あ、こういう風になってんだ、うん、あ、そういうことね。あ、これでコメントめっちゃ見れるわ。あ、いいじゃん。あ、これでコメントめっちゃ見れるわ。あ、いいじゃん。じゃあこれで見て、ひるくんのおとなしの方がいいかも。ひるくんの、ひるくんの違う。お、あと60人？お、すごい。すげえ増えてって。あ、ポンさん。あ、はい。もしもし。あ、もしもし。トランプのマジックしてたって。あ、大丈夫でした。解決しました。はい。すいません。はい。トランプがマジックですねって。よし、やりますか、マジックじゃあ。ね、うまい、これ。いや、ニラってうまいね。ニラこれ。ニラ、ニラ。よくわかったよね。ニラうまいわ。ニラとネギ両方入ってるけど。ニラとネギうまいわ、しゃぶしゃぶ。じゃあ、マジックやりますか。ねねねねね。ここに置きます。おい、あ、あ、これダメだね、これ距離感がね。あ、あれ、あれ、あれ、あのさ、2人でね、つかの場所してみるね。え、あの、マジックの裏側見てくれるんです。あー、あれ確かに、あの人、あずじゃあ、いきますよ、マジック。ここにあります、カードが、はい、これが切れました。うわ、すげえ、すごっ。いきます、もう一回切れました。すごっ、出てきます。すごっ、よし、消えます、出てきます、消えます、そして出てきます、うん、行きました、出てきました。これトランプ買います。え、トランプを買います。トランプを、このトランプをここに行きますよ。ワン、ツー、はい、お、お玉が出てきました。何これ、これを、お玉をここに、いきますよ。はい、はい、お茶も出てきました。何これやめて、俺が滑ってるみたいじゃないか、やめて。すごい感じだな。すごい感じになってるの、ちょっと見てみて、コメント。すごい感じになってる。あ、メッセージ、面白いって、ほら。面白くはないでしょ、絶対。
よし、トリックです。この一番上にこのカードを乗せます。で、こすります。そしてこすって。あ、滑ってるのが可愛いです。なんかこの画面でもできるのないかな。いや、す、あっ、うん、滑らすのやめて。あ、でも結構まあちょっと増えてきた。増えてる。よし、じゃあもうちょっと食べ終わったら歌ってもらえますか。歌う、500人いったらあともうちょい。面白くないところがいいっつ。面白くないんだやっぱ。しらけ具合がやばいっつ。つら。面白くないんだよ。面白くはないんだよ。これ龍はあんまやんない方がいい。絶対そう。嘘。格闘技の話。格闘技ね。アンディフグ。いやもうそうでしょ、格闘技界をね一つにしたいと思ってますよ、うん、僕は。おそのためにマジいろいろやってるんで、ちょっとすごいお待たせしてますけど、いろいろ。確かにね、いろいろね、はっちゃんの力で、はい、俺の力はもうね、はっちゃんの力で、はい、格闘技が一つにして、はい、この力でね、はい、一つになったらね、面白いね。頑張りますよ。やりますよ。マジでね、見たよ。やりましょうよ、うん、ずっと見たい、俺の、うん、見たい。誰と試合見たいの。タケルと、うん、ナスカワ選手の試合。あ、言っちゃうの。なんかボケてくるのかと思って。なんか揚げ物とか言ってくれるのかと思って。普通に言っちゃった。普通に言ったね。普通に見たいですよ。はい。これは。やりますよ。はい。ずっと言ってるけど。うん。ボケてって。本当に。コロナウイルスもね。ワックスはね、今いろいろ使ってるんですよね。なんか、なんだっけ、名前、ワックスの名前。ビギン、違う、ウノ、ウノ、ウノ。懐かしい。ウーノでしかも、ウノじゃなくてウーノ。あ、ウーノなの、うん、ウノはゲームでギャッツビー。あ、ギャッツビー、懐かしい。懐かしい。なんかあれ使ってる。なんかね、いや、いつも使ってるやつは、なくなってちょうど、はい、はいはい。なんだっけ、美容院のやつ使ってたんだよね、俺。最近はさあ、クリエイティブデザイン、めっちゃいい匂いだったよね。これめっちゃいい匂いね。匂いなんかエロいというかセクシーな甘い。あ、分かる、いい匂い。じゃあ前使ってめっちゃ、嘘でしょ。でもう一つが、はい、もうこれ CM で僕が広告したやつなんですけど、はいはい、ガッチガッチっていう、はい、結構ガッチガチに固まるやつ、ワックスガッチ使ってます。あ、そういう紹介、うん、あとはスパイキー。すごい、いろいろ使ってる。これ、タッチ、俺はね、これ。お、これでもよく見かけん。あー、グリースみたいなやつ。グリースの、よし、これこれです。グッグリー、グッグリグリースっていうのある。タッチは髪の毛ピンクにしよう、だって。なんだって俺今日はあれよ、イメチェンしたんだよ、実は。誰も気づいてくれないけど、天使みたいにやりたい選手、僕ロッタンやりたいんですよね。あ、見たい。俺ね、めっちゃ見たい、超見たい。ムエタイ選手、俺さ、実はあんま格闘技にファンとかいないんだけど、うん、俺ロッタンファンなんだよ。じゃあ俺とロッタンやったらどうすんの。ロッタン、おい、なんでロッタン多いっすん。そう、普通に面白いよね。面白いから、マジタケルと見たい。めちゃくちゃ噛み合うと思うんだよね。めっちゃ面白い試合になると思う。結構ね、俺しょ、まあすごいね、ちょっと自信があるんだよね。タスカーで試合も見たいけど、ロッタンとの試合、今日これすごい相性いいなと思って見てて、超面白いと思う。なんか相性いいのもあるし、何よりも盛り上がるなって。本当だ。うん。
たい。女優で彼女にするなら、俺ね最近ジン見たの。あ、ジン行きなくたからかい。なんでそんな怖いやつみたいな。ジン、うん、あれだ医者のやつか。うん、はいはいはい。今更だけど初めてジン見て感動して、うん、面白かった。もうね、綾瀬はるかがね、すんごいなんかあの、うん、純粋な感じっていうのがなんかすごいあれに惹かれてるわ。ああいう人がいい。あー、安永さん、ま、安永さんって言われる。なんとかさん、先生の名前でしょ。安永じゃないでしょ、あれ。なんだっけ、俺もちょっと忘れたけど、こんな感じじゃないの、うん、なんとかさん、なんかそう、あれを見て俺はちょっとなんか別にそんな興味なかったんだけど、はい、俺芸能人あんま嫌、はい、だ、嫌じゃないけど、うん、見てあんまりそういう興味なかったんだけど、うんうん、なんかあ、まあ役だけど、まあ、役だ、ああいう人がいい、ああいう人がまっすぐで、なんかこうすごいこう男性を立てるっていうか、ああ、まあよくありがちだな、ドラマで惚れるよね。うん、わかる。なかなかいないけどな、うん、ドラマは惚れるよ。かっこいいもん、うん、かわいいし、うん、完璧なんですよ。うん、ニケリのネタ、うん、違うな。お、480人いったよ。おどんどんやっぱ上がってくんだね。ロッタンもまっすぐですね。うん、ロッタンまっすぐだから。ロッタンいいじゃん。結婚、うん、なんで俺ロッタンと結婚するの。いいじゃん、試合して結婚して。本当に俺、本当にもう8年ぐらい、あ、8年も行ってないけど、まあ5、6年行ってるけど、俺本当にマジで結婚したくて今。まあね、まあそういう年ですよ。うん、子供欲しいでしょ。子供が欲しい、そう、ね、子供欲しいよね。だから分かる、本当どうにかしていい人と出会いたいんだけど。分かる、出会えなくなってくるよね、だんだん。まあまあね、あと大人になればなるほど、ね、なるほど難しいよね。好きっていう感情が何か分かんなくなってくるみたいな。あとあの最初のあれがもうちょっと恥ずかしくない、なんて言うんだろう、ん、最初の入りが、入り、なんかその最初のさ、初めましてみたいな、あのなんかちっちゃい、まあ、昔のなんかさ、一からこう作っていくってこと、作っていくっていうあれがさ、ちょっと恥ずかしいっていうかさ、大人になればなるほど。あ、これすごい笑う人がいい。はぁー、めっちゃ悪いな。はぁはぁ、肩腹いて。宮方先生だ。はい、それが言いたかった。俺なんつった。はぁはぁ、こういう渡すやつ名前間違える。名前の癖。タケル君結婚的な、そうだって。おい、なんで知ってんだよ。なんで知ってる。なんで知ってる。いや俺絶対結婚したらすごいいい旦那さんになると思うよ。だってなんかね、コメント、あ、そうだ、コメントこっちで見ればいいんだ俺。せで、お、あと6人だよ。マジすごっ。じゃあ1000人に変えば、おいしい。今俺電話してんだけど、めっちゃ前じゃないこれ。え、なんで。じゃあ多分早送りしちゃう。ああ、そういうこと。こういうこと。お、あと何。マギーマギーやめなさいよ。もうお分かりしてますから。 MC、タイのタイプだって、タッチのタイプは。俺はやっぱ一緒にいて楽しい、あのね、笑ってたい、笑ずっとニコニコしてる声。うん。やっぱ一緒にいて楽しい。スマイル。あとはプラスチコ。タッチはいいパパになりそう。はい。底辺 YouTuber 大岩。おやめろ。やろう。スパイやろう。おい、傷つくわそれ。底辺 YouTuber 言うな。今頑張っとんねん。あ、こっちも結構うるさいね。スマホの音量。でも本当に、そう。吉本、本当見て。本当にチャンネル登録してください。じゃあ、たっちゃんの。それだけは伝えたい。YouTube のチャンネル登録してください。はい、中身は絶対面白いんで。はい、何回も言いますけど。中身もつまんないですけど。おいー、ぜひ登録してください。おいー、うっすんでしょ。たっちゃん、豚いけるこれ。いける。うまい、何でもいける。野菜、ほうれん草しかないんだけど、ほうれん草入れてみる。あり。ほうれん草どういうの。やばい。やばい。入れすぎでしょ。やばい。
やばーい。はい、ほうれん草英語でスピリッツだっけ。誰スピナッチね。スピナッチずっと言ってたね。スピリッツはやばい。スピナッチほうれん草みたいな最初めっちゃ日本語で言ってた。言ってたら何脇見えてる。よく食べますね。はい、食べます。あと7人。お、多分俺が画面からいなくなったらいるんじゃない。え、ちょっと減る。だからもう早く戻ってきて。いや、あと1人。嘘でしょ。カウントダウン、カウントダウン、カウントダウンです。お、500人来た。嘘でしょ。俺が入れてきて。イエーイ、500人目標来ました。ありがとうございます。504人。さあ、500人いったってことで、タケルが抜きます。はい。そしてバンスあります。バンスあります。バンスする動画です。ほうれん草入ります。最強スピリッツ。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 めっちゃしょげるじゃん。やめなさい。どん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 やめなさい。ドドスカスカスカドドスカスカスカドドスカスカスカ。なんでそれ。うせばが。あねえねえ、500人減ってない。うわ、498人。あ減ってんじゃん。これはだしだ。だしは人にかけるもんでもない、女を守るためでもない。出汁は飲むんだ。はっ。おかうかうか減ったか。なんでやねん。500人なの。卵が増えた。歌やめたら増えた。でも時間差あるから。あ、音割れが気になる。あのギターの音で音割れがやばいんだ。あ、仕事。うん、ダメじゃん。涙色。じゃあもうギター弾かんでいいんじゃない。涙色声が聞こえない夜は困らせてしまうほどわがままになりたい。はい、わかりなってん。だってそう、市原隼人の声似てるの。だってね、声がこれがおたまって言うんだ。おたまは左につけるもんでもない、右につけるもんでもない。どうするかって。ニクル君とカラオケ対決ね、したいってちょっと話してたんだよね。ちょうどおたまだ。そうなの。俺そう、なんかねちょっとメッセージしてて、あ、そうなんだ、うん、カラオケ対決とか面白いですよね、みたいな感じ。してた。絡んでたんだ。こっそりこっそり絡んでたみたいです。皆さんこっそりと気をつけてください。だって歌うまいもんね。確かに歌うまいね。ということは裏で動いてますよ皆さん。やめて、それ内緒なんだから。内緒なの。もう言ってんじゃんこれ。内緒でした。もう静かに。清水翔太ね。なんかこれアカペラじゃないとダメってこと、ギターダメってことでしょこれ。そう。プレゼント企画で LINE の QR コード送ってやって。おかんふう、これは。なんで。どんなプレゼントそれ。いいじゃん、一人だけで。一人だけ、うん、なんか困るわそれ。どうしていいか。続きが難しい。普通に返していいかわかんない。続きがむずい。欲しいだって。何が欲しい。だからそれ地区中新しく始めたことが、はい、TikTok 始めました。あ、そうだ。今 TikTok から達也に憧れて、俺は TikTok に。俺に憧れてね。でも2秒でおいフォロワー抜きました。やめとけ。俺に憧れて2秒でフォロワー抜くな。初めて2秒ぐらいでもうフォロワー抜かれてたわ。達也、うん、むしろまだあのさ、1個も更新してない時点でもう抜かれそうだ。準備段階で、ね、なんか TikTok やると YouTube のあれが見る人増えてくれるって言って、それでちょっと始めてみたいな。 TikTok もね、うん、僕もやってるんで、うん、お願いします。
これ達也の YouTube チャンネルの。あ、そうか。俺達也が出てる人みたいだけど。俺が出てる人みたいだね。俺の YouTube チャンネルだった。はい。ソング4だって。ソング4なんだっけ。言葉一つだけでいい。一番好きだわ俺も。今まで、これなおか。なお懐かしい。なおってさ片思いの歌じゃん。うん、あれなんかあエピソードあんだよね。あの女の子からすごい束縛激しい女の子と付き合ってて、うん、中学校の頃。うん、で俺なおめっちゃ言いたいだねって言ったら、うん、え誰かに片思いしてるの最低って言ってビチってめっちゃ切れられた。何共感してんの？悲しい。歌詞なんで共感していい歌って言ってんの？悲しい。めっちゃ激しかった。束縛？束縛。束縛はね嫌だよねちょっと、うん。でも束縛する人って意外とその人が浮気するから、ね。ああわかる。言う人ほどね。俺の経験上。まあわかるわかるそれは。自分がやってるから言うんでしょ。そう。そういう状況だったら自分で浮気しちゃうからやるんだよね。そういう確かにそれはすごいわかるわ。うんほら500人切っちゃうよ。いやでもさ500人以上いかないってすごくない？逆にあここで止まる。あじゃあみんな500人になるように頑張ってた。頑張ってくれてるってことじゃないので抜けたりして。あそういうこと。それまで見てたみたいな。なったから500人になったからそうさよならってことだでもだって500人間の分とかすごくない？いや確かにね。ほんと来てほしいね。みんなそれ500人を見てるってことだすげえわ。ありがたいわ。うん、500人だからね。じゃあどの目標高くしたらそれで待ってくれと思う。僕よ。じゃあ次600人いったら600人いったら何プレゼント企画やろうよ。じゃあみんな嬉しいと思う。ここプレゼント送る方法がね。そう送る方法はむずいんだよ。でも YouTube ってコメントだ。あこの欄にコメント。でもコメントに住所とか書けないでしょ。書けない。むずいわ。どうやってんのみんなって。あれあなんかちゃんと応募フォームっていうの作るんだよ別で。ああ、そういうこと？そう、別に作ってそこに書き込んでもらうんだけど、うん、急遽すぎて用意してないから。なるほどね。じゃあインスタとかでいいんじゃない？だったらのインスタの DM に、うん、OK、じゃあそれでいいよ。で、あ、OK、あこれ見た人しかできないパスワードをさ。ああ、そういうことね。言ってパスワードっていうかなんか文字あるじゃん。でもそれを言った人みんなにあげるの？キーワード中から抽選で当たった人。ああ、そういうことね。そうしようか。だから最後までみんなやる、わかんないけど。ああ、そういうことね。お、それで最後まで見せようとする作戦ですか。そう最後まで見ないと当たんないで、うん、あ、じゃあ今日の暗号っていうか何年だっけ。ああいうキーワードか。キーワードを一個ずつ言ってくんで、うん、一番最後にキーワードを言うんで、そのキーワードを達也のインスタの DM に送った人から抽選で、抽選でプレゼント。プレゼント、プレゼントあれによるよね。じゃあ600人いったらでしょ。じゃあとりあえず600人いったらどういうことか。プレゼント期待します。いいよ。じゃあ俺いっぱいなんか家にあるものあげるよ。タケルの私物10個いくわ。10個600人いったらだったらもうちょっと600人10個どういうこと。10個もあげ。10個多い今いいけど別にタケルがこっちみんな何で意見すな。いいよ。じゃあ10個って言っちゃったから。やば10個タチはカバンの中あるもんかな。10個でもあ増えたよほら。10個送るの結構大変だよ。すごくない？これでなんでこれ行ってこの見てる人しか見てないのに。なんだろう。いやみんな友達誘ってんじゃない。じゃあ1000個そう1000個じゃない1000人。ありがたいね。みんな友達誘ってくれてるそういうことじゃない。だってこれ言い始めた途端に上がってきたよ。じゃあそうキーワードをじゃあ1個ずつ時間差で言うんで、うん、そのキーワード言ってくれた方にまあでにあの自分のインスタグラムにコメントでプレゼント企画って言って送ってくれたら、うん、抽選で選んで10人にプレゼントしたいと思います。そしてチャンネル登録も忘れないでください。はい、まあ、はい、600もうちょいかな。はい、じゃあもう最初のキーワードは600人いってからスタートする。600人いったらキーワード言う。もういっちゃえばいいんじゃない。もう一個言っとくキーワード今。うん、いいよ。じゃあなんかつなげる言葉にしたら、そう、そりゃそうでしょ。なんとかの、何それ。それはそうでしょ。なんとかの、例えば豚肉のしゃぶしゃぶとか。いや違う、俺が言いたかったのは、そうそうじゃない、ドラムだとしたら、うん、最初のキーワードはド。ああ、そういうこと。そうで、徐々に途中で次、ラ。でもその瞬間に電波悪かった人かわいそうじゃない。それはもうしょうがない。それはもうしょうがない。だけど
ドラって言って、あ、ドラムって思うじゃん、うん、最後、マーとか言うじゃん。いや、それでドラム増えてるじゃん、もうすごいすごい、やっぱみんな頑張ってくれてるってことだよね。ありがとう、みんな。俺のチャンネルならタケルの手術10個でいいんだ。だって3個ぐらい出す。ありがたい。だってのカバンの中身全部あげれば、カバンの中全然今日入ってない。最後お金とかあげちゃうけど、最悪そう。全然行くよ。あっつ、堀井翼くんコメントしてるよって言ってよ。そうやろ、堀井翼さん見てます。何歳なの、この人って。3個下かな。あ、下なのあれ。いやよね、嘘でしょ。ほんとほんと、3個か4個下ぐらい。俺めっちゃ上だと思ってた。もう4個、3個、うん、ぐらい。じゃあ翼くんでいいかな。翼くん見れますか。この前達也からLINE もらいましたよ、動画の。今度出ますんで。はい、今度やりましょう、コラボ。翼さんの、チャンネル出させてもらいますよ。お、僕んちは入れませんけどね、外で。入り口でいいですか、玄関の入り口。玄関の入り口で。そうです。ちょっとやりましょう。あれでしょ、鳥翼選手が誰かの家に行くっていうやつでしょ。そう、結構企画とか内容めっちゃ面白い。あ、そうなんだ、うん、何するんだろうね、俺んち来て。あ、なんかしっかりしたんだね、運営が。あ、そうなんだ。そう、チームがめっちゃしっかりしてる。だってチーム何人だっけ。え、2人。チームって言わないでしょ。チームで。いや、ほんとしっかりしてる。面白い企画とかもね。プレゼン企画3人入れてください。3人入れますよ。サイン入れます。じゃあどうしようかな。でもほんと増え、トリッターと何めっちゃ増えてるからね。だから抜けない、みんな頑張ってくれてるよ、すごい。そういうことでしょ。じゃないと増えなくない。熱に、熱に。だからもう眠いの。あ、眠くないか。もう中で呼吸をしましょうって聞いてる。アップルウォッチがどっちや、呼吸してないと思われてずっと息止めてた。息止めてたかもね。息止めて話してたかもね。やばい、本当に増えてきてる。呼吸をしない。さっき一回減ったじゃん。減った。減った。減ったけど、うん、出てくる企画ね。なんかね、なんかあるかな。よ、お題は浩二選手どう思いますかって、勝手にしてくださいって感じですけどね。勝手にしてください。僕は僕で、浩二選手は浩二選手なんで、まあ、勝手にやること違う、やり方っていうかやりたいことが違うと思うんで、ちょっと。あ、目指すところがね、うん、なんか、はい、特にないですね。はい、ってことです。俺もやってやるよ。夢見しちゃって、見させてやるよ。何やんだよ、達也は。俺も夢見させてやるよ、みんなに。武道館。ああ、武道ライブから。ああ、そっち。アリーナツアー。アリーナツアー。みんなに夢見させてやるよ、ついてこいよ。うん、レオナ選手ね、レオナ選手も。いいんじゃないですか。ああ、いいじゃないですか。やりたいですね。うん、普通に。そうなんですよ。まあ、ベルト巻きたいね。うん、俺は本当に。あったんだね。はい、2回もね、そしてミスって。男で一番尊敬してる、嬉しい。ありがとう。女ではいるのかな、他に。ありがとう。女では他の人がいるのかな。ありがとうね、尊敬してくれて、俺のこと。多分、達也じゃないんです。最悪。あ、でも、やばい、増えた。うん、10人に送るの大変かな。今更だけど。今更だけど、ほんと大変だよ。だって、10人で発送、住所聞いて。まあ、まあ、頑張りましょう、それは。言ったから。封筒買って、そこに入れて、住所書けばいいんでしょ。言ったからね。じゃあ、俺、一個だけ書くから、あとたっちゃん。全部書くよ。俺の、それはちょっと、それはね、あれだけど。はい、2人で手分けして、ちょっとやりますわ。何が欲しいんかな。でも俺、なんかあるかな。服だ、服。服、うん、ああ、服ね。いや、おしゃれだから。俺も欲しいもん、食べるんだけど。服でも結構ね、今使って着てね、着ない服がもうすごいんじゃない。いつも全部残ってる。そうね、すごいよ、ほんと600近づいてきてる。すごくない。すごい。さっき止まってたし、ちょっと落ちてたからね。みんながそういう歌った瞬間に落ちたからね。それで歌は聴きたくなかったらしい。
まい。プレゼントのものとか見せた方がいいんだけど、本当は。まあ、そういうことね。汗かいてきた、熱くなってきた、これ、うん、偽天心と偽たけるいる。すごいな、逆に。俺ってこと？いや、多分コメントなんじゃない。ああ、コメントなんだ。グローブ欲しい。グローブか。グローブが使ってないやつないんだよね。スマホケース、あ、スマホケースだったら俺在庫あるわ。達也にあげようとしてて、じゃあプレゼント。俺も欲しいって。スマホケース。あるんだったら言ってよ。本当に。なんで声かけてくれないの、俺だけ。メッセージカード欲しい。プレゼントなぁ。分かって、なんで暑いか。味方つけてるわ、俺。なんでやねん。夏やぞ。ピアス。あ。タケルがめっちゃ汗かいてる。え、分かんの、それも。分かるって。あと、あと23人。おあ、チェキ欲しいって。チェキ。チェキ。あ、もらってチェキってあれ良くない？チェキ買わん？チェキ買おうよ。あれなんか良くない、うん、めっちゃ汗かいてんじゃん。ずるい。や、暑いよ、すんごい。ずるいわ。ずるいって何？いや、汗かくのずるくない？じゃあ結構いいのあげ、いいのあげちゃうよ、じゃあ。マジ、すごい。だってこんな頑張ってくれてるからね、みんな。わかるかね。何？ニュース。わかんないし、もういい。おすごい。何する？じゃあ、これがつけた辞職。わっ。汚いけど。でも、やばいっしょ、それは。こんなあげちゃう？いいの。いいよ。だって例えばあと俺に金払ってんやつ。プレゼント行くまでに俺が止めるかもしんない。伊達目とか。伊達目はい、まあ、ちゃんと拭いて、うん、伊達目とかつけんだ。なんかね、あ、まあ、たまに、あ、つけて、お、あと13人。経験かな。結構だってこれ結構するもんね、実際。どういう選手と思い知られたいですか。まあ、どっちでもですかね。伊達目疲れてるわ。え、じゃあ、このお表柄っていうか、なん何柄っていうか表柄のこの伊達目と、なんかこういう、ちょっと、なんていうの、伊達目がね、かわいい。かわいい。伊達目と、はい。いや、これ、これ多分、まあまあ、あれだよね。いいプレゼントだよね。いや、めっちゃいいっしょ。こんなんやっていいんかな。こんな俺、自分の YouTube でもやってないの、こんな。マジそれ。ありがたいわ。ね、まあでも、たっちゃんにはいつもお世話になってるんでね。いやいやいや。お世話になってるんでね、じゃあ。めっちゃいいこれ。やばいね。これ、その代わり、この見てる人は、僕の YouTube チャンネルでちゃんと登録してください、ね。そうそうそう、それも間違いない。はい、間違いない。YouTube チャンネル登録しないと。これは G ショックの、はい、あの白いやつ。いや普通に可愛いっしょ、うん、これめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。つけてたからね俺。普通に、いやつけてたねこれね、うん、YouTube やば。え、あと6人だって。あと6人。あ、じゃああと10何人か。あ、12人だって。今着てる T シャツ欲しい。この T シャツ、マジか。マジか。マジか。何？ベルト？ベルトはおかしいじゃん。あー、ちょっと3日から引いてもらう。はい。これいいよ。はい。やりました。じゃあ。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ちょっとこれテーブル消えにしようか。はい、テーブル。え、でも両方消えるとあれだから。はい、じゃあ。じゃあ俺ちょっとこれやってくるわ。わかりました。たっちゃんちょっと繋いで。じゃあ、繋ぎます。だってさっきもたって俺が対して時に行ったからね、はい、すごい、ほんとねえ、僕の YouTube なのにこうやってタケルがすごいこうプレゼント企画やってくれるっていうことで、ほんとに後で請求するらしいけど、ほんとにもう優しすぎるいい男ですよ、ほんとに。あれ、わかりますか皆さん、その応募方法。はい、あ、自分もなんか
プレゼント用意するんで、ちょっと今持ってないんであれですけど、用意するんで、何がいいかな。自分もあの達也グッズをプレゼントします。俺のうんちがいっぱいついてるやつ、はい、それ、あ、キャップとか帽子とか、帽子、鎖はあげません。あ、あと11年、あと11年、ネックレス、犬でいいやじゃないよ、そんな軽く言うな、軽く犬でいいやって言わない、あと11年、あと10年、キャップが欲しい。あ、応募方法分かんないですかね。もう一度言います。あの、ほんと急遽決まった、あれなんで、ほんと応募フォームとか作りたかったんですけど、作れないんで、あの、僕のインスタグラムに、DM で、あの、プレゼント企画を売ってもらって、今、あの、キーワードをこれから言うんで、例えば、順番にドとかどんどん、ラ、むって言ったとしたら、そのドラムっていう書いてもらって、その答えを書いて、あのメッセージください。そんなから抽選でプレゼントをあの送りますんで、何個かサイン書いて送りますんで、応募方法、応募待ってく、待ってます。だって10だっけ、え、10だっけ、10プラス、俺、そのサイズのやつ11しかなかったわ。ということで、涙プレゼントでみんなにあげちゃいましょう、はい、いや、減っちゃったよ。え、減ったの、あと17人だったのに減っちゃったよ。うわー、惜しい。で、これ、あの、残すんで、一応あの、全然見れるんですけど、とりあえず600人いかないと、まず応募、あれできないんで、はい、めっちゃ、あ、でも増えたじゃん。ちょっと、あ、やっぱ俺じゃん、俺が映ってなかったからじゃん。最悪、見て最悪。僕と同じ iPhone ケース。うわ。新品を。うわ。僕は新品。11のやつなんですけど。やば。10のやつ。10プラスじゃない。これ10プラスじゃないね。これ10だね、普通の。じゃあ俺10買いに来るわ。いや、11に買いな、そしたら。マジか。じゃあこれ。11プラスもあんの ?11 プラス俺使ってるやつ、これ。一緒じゃないの ?11 プラスと10プラス。え、だってここが四角だよ。別に四角でも別に使えればよくない。ああ、確かに。あ、違うか。ダメか。サイズどうなんだろうね。まあ、ここがちょっと出ちゃうけどね、多分カメラこう立てじゃん、多分。確かに、うん、おあと2人、あと2人じゃん。え、じゃあ、あと僕が出したコース、あ、600いったじゃない、600いった、おお、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、減った、あ、減った。すげえ。はい、じゃあ僕が、はい、ブランドで出してる、出してる香水、これ俺も大好きな匂い、やば。え、タツヤあげてなかったっけ。俺待ってないよ、これめっちゃ。俺全然、でもタツヤいい匂いのやついつもつけてない。うん、好きなやつもあるよ。よかったら使ってよ。はい、使います、これも。じゃあこれは、まずこれは2つ、はい、やめろよ。これはじゃあプレゼント用ね。はい、これ映ってる、これはい、映ってない、もうちょっと下げる、はい、香水でしょ、香水とケース、これビヨンコでしょ、やば。今日優しい、今日なんかすごいね。あとはですね、このブランドのリストバンドみたいなやつ、はい、これね、誕生日の時に記念で作ったんですよ、はいはい、でもこれ、このアンプレスデーって、僕のブランドの一番最初に作ったのがこれなんですよ、はい、あ、そうなの、それ何、これリストバンドなんだけど、へえ、まあ、結構いいね、僕の誕生日のイベントに来た人しかもらえない、マジレアなやつ、やば。しかも夏だからもういいね、リストバンドすごい時期にもいいんじゃない、あ、なや、じゃあこれ4つね。え、これで結構もういいんじゃないか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、お、ちょうど10個じゃん。俺のやつないけど大丈夫。いや、大丈夫、やって。じゃあこれ減らす。いや、もう、いや、でも、今あのね、あげるのはいいんだけど、送るのが大変だから。せやで。だから、達也2個なんか出してる。せやで。じゃあ今ないもんだって。カバンなんかもうあるでしょ。カバンない、財布とか、財布とか、財布なんてあげるでしょ。財布とか、金とか、財布とか、金とか。財布なんかあげるでしょ。俺のさ、T シャツないよ。 T シャツ、タツヤの T シャツ、あー、あるかも。何言ってんの、探さなかったでしょ。タツヤの、あれでしょ、応援 T シャツでしょ。何あるかも。あー、むずいな。
や、今マジないわ、俺カバン何にもなかった。何もないの、うん、チェーンあげれば、それチェーンはあげるんでしょ。僕はホームセンター行って買えばいいじゃん。違う違う違う、そういうこと言わないないですね。おー、でも600キープしてくれてる。ないですね。嬉しい。ない。達也、今着てる服だってうん、これあげる。服着替えとこうか。パンツ、パンツでいいじゃん、パンツ。服着替え、今履いてるパンツいいんじゃないもん。今履いてるパンツあげます。あげますよね、あの、ぬくもりで。あ、そうだね。だからまあ、あれじゃない、パスワードじゃなくて、なんだっけ、キーワード言わないと。そう、キーワードだね。まあ、俺のプレゼントは、帰ってからちゃんと用意します。パンツください。だって、はい、ぬくもりそのままあげるんで。あれだ、サイン、サイン書かなきゃね。サイン書いて、そう、キーワード言わなきゃ、一番大事な。キーワード何がいい。じゃあ、達也が綿棒で耳をほじったやつをこれプレゼントしようか。絶対いらんでしょ。じゃあサイン書いちゃいます、これに。うわわっわっ、せっかくだからね、2人のサインにする、これ。うん、いらねって言われる。うん、いらねって言われるけどうるせえっていう感じ。でもだって今日は達也の YouTube のライブでプレゼント、達也の YouTube 企画がなかったら、はい、プレゼントしてないわけだから。ああ、これは2人のサインじゃないですか、ね、そうそう、いらねって言ってもな、ついてくるから覚悟しろよ。でもね、これをきっかけにね、達也の YouTube にハマってくれる人が。確かに見たら幸せですよ。サイズ感間違えたの。いや、完全にどこに書こう、これ完全ミスでしょ、下の方がいい。でも逆に2人のやつの方がね、あんまないでしょ、逆に言うと。それの方がレアだよ、だって2人のサイン入り、嬉しい。これやばいね、めっちゃいい。香水欲しいです。香水ね、香水がね、そう。どうする、思いに書いてもらう。じゃあでも思いだったらあれか、抽選とかできないか。うーん、まあでも分かりやすくでいいと思うけどね。自己紹介だけ、じゃあ DM で自己紹介してもらって、はい、そっからたっちゃんが独断と偏見で選びます。最悪、外れた人はたっちゃんのせいです。最悪、それは俺全部俺の重大責任やめてよ、はい、いやもう、そう、ちゃんとどうしようかな、ちゃんと選びます。ランダムかな、これ黒だから書きにくいね。これもどうしよう、これ線書いた方がいいんかな、やっぱ。ちょっとこれ封開ける封開ける、開けた方がいいよね。はい、あ、でも増えてるわ、すごい、はい、まだ本当に約束事があって、もうまあ約束事っていうところも言いたくないんですけどあのチャンネル登録よろしくお願いします。あとタケルの YouTube チャンネルも、タケルがこんだけやってくれたんで、まあ多分やってると思いますけど、今見てる人は。でもやってない方はチャンネル登録よろしくお願いします。してください。はい、あと TikTok も始めたんで、ね、TikTok もフォローしてください、はい、フォローしてください。ちょっとお願い事ばっかりですけど、うん、これ達也のね、達也にね、達也アホなんで、結構いい自己紹介したらもらえると思うんですこんだけやってくれてるんで、こんなん俺自分の香水売ってる時にもサイン書いてないよ、ね、やばいでしょ、こんだけやってくれる。たけるくん、どう思いますか。待って、待って、俺達也ずっとこれいじってたのに、これ封も開けてないじゃん使えないな、本当に何してたでも触ったけど全然開かなかった。書いてますよ、が、いや2人のサイン入りの神だって、これ絶対やばいよね。これはいいでしょ。あ、でも600人切ったよ、マジ。何を話したら伸びんのかな。なんか面白い話ある？面白い話いっぱいあるじゃん。何？大岩ボカロ。キーワード、あ、そうだ、キーワード言ってないもんね。キーワードにするか、あ、キーワードでも多分キーワード言ったら多分もう一気にみんな切るよ、多分。よし、オッケー、よし、帰ろう帰ろうってなるよ。まあ、じゃあ一番最後にね、最後に言う、最後に。でも600言ったら言うって言ってたよ、さっき。違う、600言ったら嘘になる。あ、言うか、それ嘘になるよ。キーワードって1個ずつ言ってけよ。うん、で、何してる。
じゃあ、はい、ちょっととりあえずサインで行きたいと思います。決めていいよ、タケルが。いいの、うん、おっぱいとかになる気がする。とバンだね、その時点でキーワードってなんかバンになってこれみんな見えなくなるえ、この時計とかにもサイン書いてもいいのかな。サインいりますか。これをつけるやつだからない方がいいのかな。これもね、分かりづらいけど書いて、裏側に書いて、書いてください。あ、じゃあ書きますか。じゃあやばいよ。メガネは、メガネもこれレンズに書く。レンズ描いたら見えなくて多分つけないでしょ。つけるかな、つけんない。ちょっとなんかこれね、ここがちょっと緩くなってでしょ、多分飾るでしょ。飾るんかな。これどうします。メガネ、メガネはどうします。レンズに多分サインあった方がいいでしょ。時計は小さく欲しい。メガネはサインいらないそうなるよね。あ、でも書いてくださいって書いてるよ。ほんと、どっちどっち。あ、レンズに書いてっていいの。あ、じゃあ2つ。じゃあ多分絶対つけないでしょ。もったいない。まあいいか。時計むずいね。あ、やばい、レンズ弾くわ。あ、おわ、ワッチ、ワッチちょっと弾いてるよね、これ。ちょっと一回置いてみようか、時間。いや、弾いてるよ、ね、弾くね。じゃあ、ちょっとな、メガネはちょっと考えましょう。はい、メガネ考えましょう。時計買った。素晴らしいライブですね。めっちゃみんな頑張って600。でもさっき500で止まったじゃん、うん、それ600って言ったら600になったじゃん。なった、すごくない。だから700って言ってるよどんどんよく出してでもすごいよ、これどこまでいけるかっていうの。いや、で、これちょっと YouTube の企画にできそうじゃないプレゼントを上げ続けたらどんだけ視聴者数伸びるか。確かにすごいよね、本当に。だからみんな我慢して見てくれてる。我慢って言い方悪いけど見てくれてるんだよね。はい、こんな感じで書きました。あれ、面白いね。こんな感じでね、はい、サイン書きましたんで。すごい、700いったら、うん、1000いったら抜く。バンでしょ、バンでしょ。1000いったでしょうか。ああ、これじゃない。もう1000いったらその人の家に行って会いに行く。料理を作ってあげるとか。ああ、いいね。 YouTube にしたらいいんじゃない。確かに、会いに行きました。あなた何、絶対1000は行かないから、うん、1000行ったらなんかこの中から抽選で1人会いに行って取りに行く。取りに行く、だから YouTube 取りに行く。会いに行く、あなたに会いに行きますっていう YouTube。 あ、それいいかも。これで1000行ったらウケるけど、ちょっとまあ行かないと思うけど。1000はさすがにね。まあじゃあ1000に行ったら1人の方にあなたに会いに行きます。ああ、やばい、それっていう。じゃあ2人で会いに行こう。行こう、1人の方に会いに行きます。で、ご飯振る舞おう。おぉ、はい。いや、でも今何時。あ、でも10時か。まあ、どうなんだろうね、今から増えんのかな。ドンキーの1000人イベント1001人目でショックでしたとか言って。700人行ったらテレビ電話どうですか。え、どうやってやるの、テレビ電話って。こんな、何でテレビ電話の。わかんない、インスタライブと。あ、インスタライブか。あ、キーワード言ってねえわ。あ、そうだよ、言ってあげて。じゃあキーワードはあれにする。アンチェイン。もう行っちゃったけどね。行っちゃったの。アンチェイン1個でいいの。あ、そういうこと。あ、1個でいい。あ、1個でいいか、うん。で、キーワードはあ、じゃあ達也の天然エピソードから選ぶわ。ああ、オッケー。じゃあ、達也の天然エピソード。達也が、アメリカの首都はどこでしょうと聞かれたときに答えた名前がキーワードです。はい、あ、いいですね。はい、はい、答えは何ですか。バグダッド。はい、そういうことですということで、はい、キーワードは、はい、バグダッドで。バグダッドで、はい、はい、決定で。はいはいどんなキーワード。はい、決まりました。じゃあ、バグダッドって書いて。バグダッドってみんなから来るの怖くない、ちょっと。まあでも別にイラクの人って別に悪い言葉じゃないから。怖いって何。怖くはない。怖くはない。バグダッド、バグダッド、バグダッド。で、自己紹介とね。自己紹介とね。簡単なプロフィールみたいなやつを言ってもらって。もらってね。
で、抽選が決まってから住所とかのそのやり取りを、そうそうそう、そういう感じで、で、10人の方ですね、うん、やりたいと思いますんで、はい、で、まあ、1000人行ったらあなたに会いに行きます。はい、うん、やりたいね、ちょっとその俺一回ちょっとそれやろうよ、一回やってみたいね、そういうの。700人行ったら、うん、何紙とかに書いてって、あ、だけど、ど、ど、どかとかってこと、どっちでもいいんですけどね、どっちでもいいよ、じゃあそれぐらいに書いたい。達也そんな細かいこと分かんないん、ね、あんま詳しくそんな分かんない、達也はどっちだろ、実際バクだ、鍵アカから DM って見れないんだっけ。 DM だけだと見れるんじゃない。そうなんだ、誰も、あ、そう、達也にです、達也の DM に、はい、僕の DM に送っても見れないんで、はい、あの達也の DM の方に、インスタグラムの DM です、 Twitter じゃなくて、はい、インスタグラムの DM に、あの、こうやってプレゼント企画バクダットと、とどっちが正解なの、バクダット、どっちなんだろう、まあどっちもいいです、はい、まあこっちで、で、あのインスタで、あと意気込みとね、意気込みっていうか、なんか、なんていうんだろう、気持ち、送ってもらえたら、タバコ吸ってますか、吸ってたらできないでしょ、こんな仕事を。達也、喉がガラガラ、キーワードどこまで行ったのじゃなくて、もうこれだけで大丈夫です。あ、それだけで、はい、これを、メガネやばいかな、はい、あ、お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 、いけるわ、マジ、うん、お、すごい乾いた、乾いた、でもさ、これ何が欲しいかって難くない、ね、決めるの俺が難しい、あ、そっかそっか、あ、じゃあ希望の商品みたいなの書いてもらった方がいいんじゃない、あ、そっか、バクダドが正解だって、でもバクダッドちょ、このテーブル邪魔じゃない、移動する、いいよ、ナチュラル体重は60、練習後で3ぐらい、63、4ぐらい、減量全然ないんですよね、服欲しい、顔近いぞ、すいません、ちょっとね、映りが悪いんですよ、ここが、これ何、どうする、あの、あれが見えれないの、あの、コメントが見にくいんだよね、俺の席から、なんでこれで見ればいいじゃん、せっかく、いや、もう、もうその一人でも増やしたくないから、達也のその YouTube のサイあれのやつを今増やすために頑張ってんじゃない、俺ら1000人でっつって、うん、いや俺はもうほら、バクダットでもバクダットでもどっちでもいいですね、えどんどんほんと増えたよ、え、何が、俺が顔近づけたから、違うよあ、違う、700いったらってこと、700って言ったっけ、うん、ちょ、ててててすごい、ててててててて、ひじブースト、さすがにね、肌綺麗にと、こいつ汗かくことじゃないですか、ほんと何もしないんだよね、ほんと肌綺麗だよね、ほんとに何もしてないの、ムカつくぐらい肌綺麗なんだよね、ほんとになんでムカついてんの、ムカつくな、ムカつくぐらい肌綺麗だもん、悔しい、いや、ほんと汗じゃない、汗かくのがいいんだと思う、多分すごいぐらい綺麗、俺別にほんと化粧水も普通に肌ラボとかだし、ね、言ってたよね、うん、ヒゲ濃い、俺のヒゲ、その脱毛をね、ヒゲしてないの、俺体全身やってるけど、あの脱毛はね、あのヒゲ残すの、おじいさん、おじさんとかになった時に、ね、なんかヒゲかっこよくなりたいじゃん、確かに確かに、これはね、サインないの、あ、書こうか、後で書く、後で書きます、うん、これは、はい、ヒゲね、でもあんま生えないかもしれない、チンゲないですよね、チンゲないですよね、はい、これ大丈夫、バンされないこれ、どうなんだ、これいい、どうなんだね、もう分かんないな、歯並びいいの、生まれつき、生まれつきです、達也も脱毛してるね、脱毛してる、VIO、 サインは小学生から考えてた、サイン、あ、分かる、あの、ね、ノートとかでしょ、うん、もう座ったらいいんだよ、こうやってこっちを下げればいいんだよ、なんでそんな簡単なこと言ってるんですか
カメラを下げればいいんでしょ。カメラを回すな。え？カメラを、あ、高さを。アイブロウ描いてない。なんか俺すごい言われんのこれ。これね、まつげが多分長いの、わかる？カメラ回すな。なんかね、まつげが長くてなんかアイブロウ描いてるみたいに言われるんだけど、よし、いいんじゃないでしょうか。いいじゃないですか。さあ、始まりました。アイス食いてないですか？アイス食べる？アイスなんかある？食後のデザート食いてないですか？アイスの実と何？アップルマンゴーと、はい、ブドウと、はい、あの、さっぱり、普通のアイスないかも。さっぱり系もいいね、シャーベット系。シャーベット系？健康的なアイスしかないわ。アイラインだよって。だってアイライン、さっき何か言った？アイシャドウ？アイラインだよ。アイラインか。いや、じゃあさっきからさっきアイブロウみたいな書かれてた。ほら、こんな、うわ、美味しそう。健康的なアイスが、アイス企画。アイス企画なの？これ、うん、頭キーンってなったらどうしたか知ってる？何？これ食べるじゃん、頭キーンってなったらなる方法、分かる？どうやって、どうすんの？こうやってやるらしい。自分で冷やすの？そう。違う違う、やってやって、今、やってよ。いや、キーンってさしたくないね。耳ね、治りました、おかげさまで。皆様のおかげで。よかったね。皆様のおかげで。あ、でも美味しそう、これ。じゃあ、アップルメンゴーで。皮ごと食べられる。ぶどうなし。種なしぶどう。誰が食べないや。え、これ、キンキンあるじゃん。キンキンだったら、気づいたら、飲ませる。キンキンなんないわ。治る？まあ俺金ってなんないわ。なったことある？まああるはあるけど。なってる今。治った？治った。絶対嘘。なった？絶対嘘。チョコマンゴー食べたい。え？チョコマンゴー食べたい。いや今すんごいやばいこと言ったよ今。マンゴーね。危なかったよ、ギリだよ。マンゴー。バンだよ、もうちょっとで今。マンゴー食べないって言ったんだよ。すんごい危なかったよ。それ。はい。俺の種なしぶどうプル、それも、それもバンだわ、もう。あ、これ豪華なの、うまい、うん、私も聞こえた、だってうわ、そうね、耳ね、俺2週間ぐらい、2、3週間治らなかったよね、俺。うまかった。試合終わって俺、熱出て1週間ぐらい寝込んだんだよね、それ、あので、ケビオね。ケビオじゃない。なんでケビオって。そしたら久々に多分休んだから、それで回復したって。全然治った。うん。いきなりもうなんかずっと耳に水溜まってるみたいな感じだったんだけど、ね、落としたし。食べる。応募方法は何ですか。また結構。え、応募方法ですか。応募方法はまた見てください。残しとくんで。うん。一番重要なのは、僕らの考え方をください。そこですね。ユーチューブチャンネル、当時のマイク痛かったって。痛い、あの時は全然 痛みは感じなかったけど、アドレナリンだし、痛くもなかったけど、うん、もう顔にあの硬いものをぶつける神経がどうかしてると思ってめっちゃムカついて。これはやばい、マジでやばい、うん、マジで喋りすぎると怒られるんです。これ、わぁ、うめぇわ。耳じゃない、うまい、これうまくない、うまい、健康的じゃないこれ、ね、今度売ってるんじゃないの。ぶどうしか入ってない、すごい。あ、しかもまた増えてるよ。おー、すごい、マジで、すごくないね。傷残ってんのこれ、なんか治る方法教えてほしい。治しようか。言って治んないじゃん、なんかね、あと残っちゃってんだよね。俺すごい意識高いからポッ、なんか嫌なの、この跡があるの。ポッ、この後達也くんは、いや、すぐ追い出します。ライブ終わったら追い出します。なんでやねん、2人で寝ます。え、なんかさっきからね、ずっとなんかね、アンチが喋ってんだよ、ね、あ
応募の締め切り言ってなかった。あ、そっか、締め切りって何？あ、今日中にしよう。あんま長いと大変だから、見んの大変じゃん。これ今日中に見んのも大変だよ。うん、あ、そっか、でもあと2時間ぐらいだよ。何件ぐらい来て、もう来てんじゃない？もう今すぐ来てこっちだ。え、来てないよ。来てない、うん、しかもの残るし、あれが今日中か。うん、まあ見てくれた人だもんね、実際。うん、なんかね、あれよ、もう送ってんだ。あ、うん、どうする？いや、このライブ中にする？ライブ中に、でもライブ中だと出なかったら切っちゃうもんね。残ったやつ。ライブ終わって1日だよ、いいんやろ。1日もしたらすごい量来るよ。俺一回やったことあんの、全員に頑張ってください、あ、頑張ってねよいう企画をやったの、俺。そしたら、えぐい量来て何千件とか見えなかった。うん、いやしかも全員に俺返さないといけないから、うん、1人返せなかったらダメじゃん。そうだ、もう大変だった。俺1週間やったんかな。返さなきゃいけないからでしょ。うん、あ、見るだけやってるけど、ね、じゃあ今日中にする？今日中でもいいけど、うん、でもあれだよ、あ、まあそうか、見た人だけ限定だもんね、うん、この人が見た時に、うん、送っちゃダメだもんね。うん、見てくれてると出たから、ね、うん、確かに。やばい、また600から700いきそうじゃない？ちょっと行きそう。今日中がいいだって。じゃあ今日中にしましょう。 DM 後でいいですよ、終わってからで。今何時？だって終わって速攻だね。うん、いいねね、したいんですけどね。いや、僕いつももうコロナ禍ではめちゃくちゃいいね押してますよ、みんなのコメントに。全員にいいねするとね、もう結構それで時間取られてるから。で、言えないできない時とかかわいそうだし。何の話って感じ。今分かってる、いいんでしょ。いや、うん、全然俺もそう、何の話って。いや、すごい、もう650枚来てよ。あと、もうなんか言うの禁止ねって言ってた。何を？キーワード。ああ、ダメなの、増えるからやる。ああ、そういうことね、確かにね。どうしよう、コメントで頑張って全部見るようにしますね。ずっとだって頑張さあ、最初500円だと待ってたじゃん、うん、みんなこうやって待ってくれてたのに、ね、はい、さっきからね、俺のね、アンチがずっと喋ってるの。なんてお疲れ様です。いつもお疲れ様です。いつもありがとうございます。ババガンプだけな。いつもあれだよ、なんかいろいろ画像とかも、うん、いや、もう喜ぶよ、そんな言ったら。ご苦労様です、いつも。ありがとうございます。ベースレッセンがあるから、麻生太郎のモノマネしてたって。麻生かも、私は麻生太郎。たっちゃんはね、本当にね、天然すぎてね。私は麻生太郎。ザーカイト君、頑張ってくださいよ、本当に、うん、あんた消えない。そう、もう1時間以上やってんだよ。すごいね、ライブ。安倍首相のモノマネだって。国民の、お、ちょっと似てる。ギブとちょっと似てる。国民には皆さんにマスクを配布したいと思いますので、皆さんは見てください。ずっと見てられるって嬉しいね。確かに、みんな流れる時間ね。ほんとそうだね、うん、俺だったら切るわ、それ。やばいな。おい、アベノマスク通りじゃないですね。いつから見てるっていう人、アベノマスク、ほんと行くんじゃない？ 700 人。え、行ったらどうする？ほんとに取って行きそうだから。行きそう。700人で、うん、タケルのどんどん服脱いでくって感じでしょ。やめて、もうバーンされるでしょ、それで。1000人になったらもう全乱で、じゃあ会いに行くよ、そのまま。うん、全裸で会いに行く。もう、この言葉も良くないかもしれないよ。でも増えてる、増えてる、増えてる。1000人いったら、どうする、会いに行く企画、これやっていいんかな。あ、勝手に分かんないけど。確かに。やる？でも、じゃあやろうよ。で、ダメだったら、うん、申し訳ないけど、やる方向で話す、うん、進めよう。会いに行って、急に会いに行って。小田海人とコラボしてほしいだって。あー、3人でやる。あ、やったっすか。戦ったっすね。え、あ、そうだよね。あ、そっか。
村上君にも喋ったことないんですよね、あんまり。なんで会ったっていう。ああ、喋ったよ。その、ちゃんとその。あ、確かに、こういうふうに喋ったことない。うん。はないんだけど。でもなんか、焼肉屋で出会ったから。確かに。え、一緒だったっけ？一緒だった。あ、そうだ。めっちゃこうやってなってたよ。なんか、焼肉、俺らが先食べてたんだよ。食べた食べた。で、次のお客さんが、で個室だったんだよね、なんか。そう。で、次の、あれ、お客さんが、小沢海人と、小沢海人のお兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃんか。がいて、えみたいな感じで。そう。その時に俺初めてちゃんと喋った。あ、そうなんだ。で、なんか試合後だったから、あ、この前おめでとう、みたいな感じで喋って、みたいな感じで。だった気がする。うん。いけんな。ちょいちょい見ちゃうもん、あの、小沢海人。チャンネル？チャンネル。あ、そう。あ、でも、結構、トロンダス多いよね。なんかね、独特の世界観持ってるじゃん。持ってる。あの人も。うん、ちょっと天然なのかな。実は。そんなことない。わかんないけど。なんか、しかもなんか俺のことね、ちょっとよく言ってくれてたんだよね。まあでも大体、たけるのことをよく言えば、あの今 YouTube 結構流行ってるし。あ、そうなの？俺のことをよく言うと。たけるのことを言うと、視聴率が、っていうのが結構、たけるVS 那須川天心っていう、その確認したら大体みんな見るから。あ、確かに。結構みんなやってる。なんであの YouTube もやったらそれ。俺やっていいかな、それ。サムネだけそれにして、中身。中身、中身。登録消されるわ。今日のあのライブ、これ、たけるVS 那須川天心やろうな。じゃあ、そういうこと、ライブをあれに残せるってこと？そうよ。あ、その動画として残せるってこと？そうよ。あ、それすごい、ね、あれはなどこ再生回数になるよ。なるよ。お、すごいじゃん、それ。しかもそれに広告もするから。マジで？そうよ。で、ライブでやばいね。やばいね。だってじゃあ俺に80万ぐらい払えば。そうだよ。80万円払えば。あ、もうこれ全部残るんじゃん、俺なんか忘れてたけど全部残るんじゃん、これ。そうだよ、だから変なこと言ってないから、これ変なこと言ってたよ、裏話で話してた。何で話したっけ。え、なんか、朝倉未来選手とオロビック初めて聞いたこと。あー、まあまあ、まあ、大丈夫、どうだろう、わかんない。そう、まあでも、あれは、まあ、それ、そういうこと、その YouTube のことじゃなくて、格闘技界をね、一つにしましょうみたいな感じでね。あー、っていうことをね、話したわけでしょ。話したような、話してないような、衝撃の事実。うん、何？出して出して出して。今日たっちゃん靴下が見えない。最悪。たっちゃん今日靴下破れております。最悪。穴開いてた。見えないし。見えなかった。最悪。じゃあなんかね、じゃあ小沢海人が、うん、小沢海人がめっちゃ呼び捨てしてるけど、小沢海人くんが、うん、あだ名つけてくしてるみたいな。あ、お前無理か、無理か、無理か。テンポがちょっとおもろいんだよね。俺、嘘笑いみたいなことが言われてない。あ、嘘笑いか。なんか結構ちょっとネーミングセンス独特でちょっと面白かったんだよね。俺、脳みそ筋肉って言われたもん。間違いではない。でもね、だって脳みそに筋肉もついて、もともとなんか脳みそが弱いんだよ、でも。おい。筋肉とかじゃないんだよ、もう。あ、これ。コーチ選手は見てないですね、ちょっと。コーチなのかな、どう？食べるすごいからね。やばっ。大岩選手の前に出るファイトスタイル好きです。ありがとうございます。迷ったら前に進むから。あ？この人も、あ、この、なんだ、ババガンプさん。ババガンプさんだけど。何回、ちょっと、あの、他のコメント見えなくなるから、あんまちょっと。結構長文だし。うん、長文でしかもね、次のコメントがね、見れないんだよね。あ、同じやつをコピーしてんだよ。ちょっとあの、コメント、もうすごいから読んだけど。私はツイッターにて、用意、周到。ちょっと、難しい言葉使って、ちょっと。あ、あいつ帰れ、うざい。あれ、堀井翼くん、見てます？また翼くん見てるから。翼くん、できないのかな、ブロックとかできんの、この人も。お、できた。おい、だけどしない。まあいいや、はい、これでもその間俺ら顔見えてない。そう、顔見えてないから。あれ、コメント消えたよ。え、嘘でしょ。あ、消えた。あ、700人いったよ。おお、いっちゃった。おお、ほんとだ。どうしよう、じゃあ700人いったから。700人いったよ。何しよう。
俺がちょっとあの顔ピンタする、うん、何してほしいですか700人なんですけど、新作も出てると思うんですよ。もうだってもう分からなくなっちゃうもん、700人って誰かをプレゼントってね。もうだってめっちゃ用意してるしプレゼント。じゃあここで TikTok 撮ります。でもさあ、TikTok 撮ろう。あ、ここで TikTok 撮ろう。じゃあ今ここで TikTok 撮ったのを電話企画でもどうやって電話するかだよね。でもさ、新しく入ってきた人さ、どうすんの、何が分かんなくない、キーワードってこと。新しく入ってきた人、さっき600人いったでしょ、うん、でキーワードいったじゃん、今700人いったんでしょ、うん、あと100人はただ見てるだけでプレゼントもらえないんで、キーワード分かんないから。何言ってんの、分かるか。あ、後で見れるもんね。あ、見たってことは巻き戻していけるもんね。どういうことだって、プレゼントもだってさっきまでの人でやりましょうってことでしょ。あ、そういうこと。歯にね、あの、あれが、いや、TikTok 撮ろう。あ、ほら、見て、ほら、汚いよ、なんで俺に見てっていうの。食べるのおかしいでしょ、ほんとに。なんか700人なんか考えよう、せっかく700人だから。確かに700人いったんで。じゃあ、達也の YouTube で、あ、インスタで DM で電話できるって。ほんと？あ、じゃあ今、武田がライブやれば。え、どういうこと？え、インスタでDM、 電話するってどういうこと。でもここに見てる人と電話した方がいいでしょ、せっかくなら。確かに、だからどうやってやるんだろう。でもそうしたらみんな多分めっちゃ減るよ。最悪だって最悪。それはとりあえず TikTok 撮ります。 TikTok 撮ります。曲は何にしますか。はい、あ、俺やりたいやつある、やりたいやつある。ね、あれ、どれだっけ、これか。コラボライブとか今度やろう。あ、違う、これのあ、違う、これで食べたい。じゃあこれで食べたい。これでこの曲をやってる人なんてどうやって見るの。これ食べたい、何してんの。え、この曲をやってる人の一回飛んでこれって使うになっちゃうんだよね。で、やっぱ減ってる。何だ、ダメだ。いや、探すわ、ここから普通に。アイスの実は溶けてる。やばい、アイスの実。達也の TikTok に今日のやつ持ってます。 TikTok 毎日来てあげてるんで、なんと毎日更新してるんで見てください。大谷選手の動画がくだらないんで、竹の本音ください。やめろ。達也のね、この独特な世界観がね。あ、深橋くんに電話してください。え、YouTube 大丈夫、音楽。あ、ダメなんだ、そうだ、 YouTube 音楽使ったら危ない。ナイスだね。危ない。おお、すごい。それか使ってない、使ってないか、歌っただけじゃない。歌おうか、歌おうか。危なかった、すごい。著作権やばいかも。さすがです、ありがとうございます。そうだ、ライブもダメですよ。電話企画してほしい。したいけど、どうやってやるの。え、俺がむずいよね、でもそれ、うん、どうやってやるの。やり方が分かんないっす。 YouTube の時音楽流せないみたいだね。達也の全然伸びてない。きつ伸ばして。どうすんのがいいのかな。 DM の右上にあるはず。そうなの。これいきなり電話していいの逆に。でもこれ DM 行けばあるよ。でもこっからじゃあ早め勝ちする。早め勝ちはかわいそうか。テレビ電話でしょ、ここで。ちょっとやってみる。やってみよう、一回やってみよう。どうやってやるか分からんけど。じゃあ、あの絶対あのここに戻ってきてください。あのだったり、そう、ね、一回こう電話して、そう、電話して繋がるあとも戻ってきてください。そうしよう、うん、電話してっていう、あ、電話してじゃない、俺に電話しちゃダメだよ。俺が電話するんでしょ。そうだった、間違えた。これでも友達じゃない人に電話できんの。これ友達にしないといけないのか。どういうこと。これ電話番号なんてある。こ
これ右上、あ、友達じゃないできないんじゃない電話って。電話って友達じゃないできないですか。え、使い方分かってないな。とりあえず深しに電話する。堀井に電話、堀井選手の電話番号分かんない。堀井君電話番号分かんない。分かんないの。分かんない分かんない。あのインスタだから、あ、ツイッターとかからできるけど、うん、ムービーボタンですよ。え、インスタからできないでしょ。ビデオマーク、ビデオマークなんてある。カメラできないでしょ。それかこれでメッセージ送る、電話じゃなくて。あ、そういうこと。フォローし合ってないとできないんだ、やっぱ。ああ、そうじゃん、ダメじゃん、うん、YouTube ライブやってるよっていう感じでさ、うん、これをさ、送ればいいんじゃないの。右上のビデオマークを押したらできます。だからこれやっぱフォローし合ってないとダメなんだ。あー、マイク・タイソンに電話。じゃあか、インスタライブやってあげるが、うんうん、コラボすればいいんじゃないの。あ、そういうこと。でもそうするとそっちに行くよ、全員。いや、行かせん。行かせません。逆に行ったら行ったらで面白い。難しいね、これな。どうすればいいの。でもこれなんかちょっととりあえずちょっと知ってる人と電話してみるじゃん。あ、そうしよう。あ、じゃあ、あれ中村 P 電話してみる。あり。急によくないか、あんま変なことになるか。そうか、中村 P。 中村 P か。りょうさんに電話。ちょっと怖いな。怖いな。え、でも達也の YouTube のこれ上がるじゃん。上がるよ。107分も上がるの。そうだよ。すごくない？すごいよ。だからそれをずっと見てたらやばいよ。これこっちこれやり続けた方がいいんじゃないの。あ、でもどうなんだろう、わかんない。そこまではライブなのかな。でも なるよ、なるなるなる。へえー、すごいね、うん、だけどなんかどんな感じなんだろうね。なんかでもちょっとあれだね、せっかくだからファンの人とか電話してみたいもんね。だからやあれでいいんじゃないの、コラボ。電話ってよりもインスタコラボでいいじゃん。そうするとそっち見ちゃうんだってみんな。いや、見ないな。見るでしょ。見るかな。絶対見るでしょ。わかんない、両方2台持ってて、うん、だって見てもだって見れないじゃん電話、うん、この俺らが電話してるその人しか見れないから、うん、あ、じゃあ見れるわ。うん、は、間違えた、電話したら見るか。あ、電話するときだけフォロー。あ、俺が、あ、そういうことね。その人を俺がフォローしてってこと。フォローした人に一回電話で。だってフォロー外すのなんかあれじゃない、申し訳なくない。じゃあフォローしっぱなし。フォローしっぱなし。それはちょっと、まあ別にでもそれ外すのは申し訳なくなくない。まあそっか、そっか。だって嬉しいじゃん。一回じゃあ俺フォローしてる人に電話できるかちょっと見てみるわ。ほんとこれでできなかった意味ないじゃん。え、これでこの右上じゃないじゃん、これってこと。どこに行けばいいの。俺のページ行くんじゃないの。これ声じゃない、ページ行くんじゃない、ページ。ページ行くの。ページってこの。ページって。これじゃない、あ、違う。何してんの。ページって。え、ちょっとなんか今、もしかしたら。え、ページ行って。ページって。え、インスタ電話できんの。そんな機能あった。俺、設定できなくしてんのかな、もしかしたら。インスタ電話どうやってやるんですか。DM 開いてから右上。あ、DM 開いて右上。DM 開いて右上、これ右上のなんかブロックすればいい。ブロックは違うかな。一回見して、これ開いメッセージを押して、右上のビデオマークがあります。ビデオマークなくね。じゃあ俺多分ね、設定なんじゃない、そういうことじゃないかな。あ、プロフィール見開いたらあるよ。ほんと、待って待って、俺設定かもしんない。ブラフに電話。ブワフ、電話番号知らないな。時差あるしな。マオに電話。マオ電話してみる。一旦マオ電話してみる。一旦マオ電話してみる。何のために出かけないけど。パスワード、ログイン、セキュリティ、アカウント。アクティビティじゃないし。深しくに電話だ。プライバシー。あ、公式アカウントやから無理かも。あ、そういうこと。え、達也の方だっていけんじゃない。あ、でも達也これか、うん、え、俺の携帯で達也のアカウントにログインする。公式はできんの。公式できないとかある。
公式の人だって電話使いたいしね。かも撮影できるのかな。アカウント糸電話ちょっとつないでつないで。あ、それかインスタの DM に電話番号もらって、うん、そしたら俺非表示でかけるだ。嫌よ。あ、非通知でかけるの。非通知、非通知。あ、それは新しいわ。でもなんかみんな個人情報ここに送ってもらうの申し訳なくない。まあ申し訳ない。あ、じゃあ送ったら消した方がいいかもね。なんかハッキングされても嫌だから。確かに送って、ちょっと電話つながらなかったら消してもらう。そんなことしていいのかな、大丈夫かな、叩かれないかな、こんなことして。なんか電話番号聞いてるみたいな。ああ、確かにそれはあるね、うん、そう、なんか電話の、あ、アプリ元カノに電話やめろ。斉藤さんやって。斉藤さんだぞ。あ、斉藤さんやるやって。あ、それおもろいかも。で、繋がったの、僕ね、斉藤さん。でもなんかどういう体でやんの斉藤。自分は何どういう体でやんの、その斉藤さんを。普通にも本名言って、でも誰って言われたかもしれない。いや本当だよ。あ、確かに斉藤さんってアプリ。斉藤さんってアプリ。そしたらみんな斉藤さん今やり始めるじゃない。かけてほしい人にだけ送ればいいんじゃない。確かに。でもか斉藤さんやめてとか言って電話番号めっちゃ送られてきてんだけど、どうしよう、ちょっとどうしよう。消してください、すぐに。もうこれしかもだ、YouTube 残るんでしょ。なんか叩かれそうじゃない。そうだね、電話番号で。あ、今送った人はDM 取り消ししてください。はい、もう送んなくて大丈夫です。あれがプライバシーが、ね、はい、プライバシーのあれなんで送んなくて大丈夫です、うん、むずいなむずいな。なんか安全な方法ないのかな。安全に電話できる方法、なんかアプリとかないんかな。難しいな。なんでできないんだろう、俺のインスタ。なんか電話の仕方です。ほら、なんかこ電話の仕方送ってくれてる人いる。あ、ほんとだ、このマーク。このマークがないんだよ、俺。フォローしない、あ、そっか。フォローしてても出ないから、待って。インスタ、ちょっとネットで調べるから、ちょっとつないで、その前。はい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 。じゃあ、つなげましょう。あ、新しいインスタアカウント作ると。あ、なるほどね。適当な。めっちゃあれじゃん。それか、もう YouTube ライブはここまでにして、うん、700人いったからインスタライブに切り替えてコラボする、うん、ああ、そういうことね、うん、それもありちゃいだね。インスタグラム、ズーム。ズーム、ズームって知らない人もできるのかな。できる。できるの、うん、へー。ズームでパスワードを教えれば、うん、そこに入ってもらえて、え、そんなんできんの。っていう。で、その人だけ DM にパスワードを送れば、うん、Zoom ができる。すごい、それ。それが良さそう。できます。インスタでいいよとか言って。インスタ行きましょう、だって Zoom。 あ、1000人目指そうってきた。1000人来たらもう会いに行きます。会いに行きます、だからね。1000人行ったら会いに行きます、だから、うん、無理しなくて大丈夫よって。そういうお気遣い、ありがとうございます。でもやりたいんです。いや、せっかくでは僕らがやりたいんです。ドキドキ、そわそわする。めっちゃインスタ来るんだけど、電話がいいです。無理せんで、ありがとうございます。そんな優しい。ここでスパーリングして、はい、1000人インスタで、1000人目指すって。インスタは結構あれじゃないの。インスタすぐ行っちゃいそうだよね。1000人は行くんじゃないの。ちょっとズームやっちゃう。じゃあズーム、ズーム。俺もその入ったことしかないからあれだけど、できる。どうやってやるの。新規ミーティング。新規ミーティングで、あ、ID しよう。ID、個人ミーティングないでしょ。ない。でもおかしい。
ズームのやり方さ。もう機械音痴だ。よし、機械音痴だ。じゃあ非通知かけたらいいのかな。それ本当叩かれないから心配。あ、でもあんすぐ消せばいいのかな。別にでもみんなから、あ、非通知でいいの、電話番号情報をさ、非通知でかけてめっちゃ番号聞いてる人になる。でも本当じゃあもうすぐ消すっていう手でしたらいいんじゃない。うん、非通知でちゃんとかければ別に問題ないっちゃ問題ないね。うん、あれなの、気にしたんだよ。非通知のやり方でクル選手もしてたよ。あ、そうなんだ。へえ。じゃあやりますか。じゃあ怖、これ非通知にならなかった時めっちゃ怖いよね。手で回る。へえ、めちゃくちゃ今日頭使ってんな。それやめた方がいいと思います。え、本当？なんで？184で絶対大丈夫。言えよ、絶対大丈夫。それじゃ YouTube 見ない人に。あ、LINE の友達追加出てくるかも。いや、それこそ LINE あれじゃない？リスキー。ちょっと心配。非通知の設定がまずしか分かんない、俺。184をつけんの？いやよ、いやよ、うん。その後に番号打つ。本当。ってる。ヘズマリュウマリュウって誰？え？ヘズマリュウ。わかんない。とりあえず110、それはやばいでしょ。それは警察。うん。いや、インスタ大丈夫、怖。やめとく？やめよう、やめよう。みっちゃみんなやめよう。みんな心配してくれてるんだね。非通知で電話してスパーリング相手。これで炎上せんやろ、これ。本当？炎上しないならやるけど。大丈夫？俺が大丈夫って言えば、君が聞いたい。また今度にしようよ。もうみんながいろんなこと言うからわかんないわ。わかんないだよ。もう音痴だ。184を入れて、あ、一回じゃあ達也に184つけて電話してみる。ダメだって電話したら。え？ダメなの？また電波悪くなるよ。どういうこと？一瞬電話来た。ああ、そういうことなの。あ、じゃあ俺知り合いにかけてみるわ。じゃあ、うん、誰にかけようか。じゃあ、え、ちょ、じゃあ今一回じゃああれしない？あ、やろうやろう。18、あの非通知でかけて出るかっていうゲームしない？それも、それマッツンでいいんじゃない？いや、マッツンは多分出ないんだよ。マッツン知らない番号出ないもん。あ、出ない。優勝だよ。あ、優勝です。優勝アホだからです。優勝です。もしもしって言いそう。優勝亀本。あ、ゆでそう。え、優勝の番号わかる？わかるか。あった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 。で、ちょっと試しにやってみます。本当に非通知になるか。後輩に大丈夫かな。あ、これ優勝見せたら面白くない？あ、確かに。え、炎上したらやばいですよ。俺詐欺みたい。数字の音、S 字の音わかんないでしょ。そんなに。じゃあ一回ちょっとね、そのあれよくないとか言って、炎上したら怖いです。優勝に非通知でかけました。あ、練習したスピーカー。え、あ、そっか。後輩に非通知でかけました。あ、画面映したら危ないね。普通じゃ出ないんだ。でも1回目は出ないじゃん。2回ぐらい電話したら出るかもかな。そう、しかもこの時間だからね。めっちゃやめた方がいいよってくれるよ。なんでやめた、やめた方がいいかな。いや、インスタでしたいんだけどね。179めっちゃ出んじゃん。たっちゃんの理由言うちゃったな。お、はい、もしもし。もしもし、優勝くん。はい、優勝くんなの？優勝くんです。僕だよ、僕。わかる？優勝くん。え、誰ですか？優勝くん。俺だよ、俺。俺
優勝童貞なんだって。え、なんで知ってんすか。優勝くん、もしもし、ゲイなんだって。ゲイですか。え、あ、優勝くん、ゲイ、優勝くん、ゲイなんだって。え、それなんで知ってんすか。やっぱ優勝くんはゲイらしいです。優勝ゲイなんだ、やっぱ。いや、俺、まあ、ゲイっすけど、はい。え、優勝誰か分かる。え、え、今非通知だった。非通知でした。おお、非通知になってる。なるんだ、すごいわ。ガチで誰か分かんなかった、最初。ありがとう、優勝。はい、え。出るんだね、優勝。優勝すごいね。すごいわ。出ると思ったけど。アホだな。アホだ。いや、なんかそこすごいみんなビビらしてくるから。なんで、なんで。いや、まあでも多分心配してくれたんだけど。まあまあそうだよね。ゲイなんだろ。あいつアホだ。でもみんな心配してくれるんだね。あの役に行った。ほんと1000人、1000人はやっぱ難しいんかな。1000人ね。あと300人。 YouTube で1000人ってすごいと思うんだよな。まあ、そう、非通知がちゃんとできればね、問題はない、ね。まあ、まあ問題ないっしょ。何か問題ある。電話番号を聞き、で、俺がバレるのが問題ってことでしょ、最悪。ああ、そういうことでしょ。でも多分、普通値になってるから大丈夫と思います。じゃあ、行っちゃいますね、もう。行きましょう。あの、せっかくこんな見余ってくれてるんで、はい、行きましょう、700人。で、本当に、一つ言っておきたいのは、あの、DM に送った電話番号はすぐに消してくださいね。はい。あの、これは組むんじゃないよ。そのお腹の音みたいな。いや、なんかね、こういう機会もないんでね。確かに。今日ちょっとすごいね、来てんだよ。いますよ、じゃあ。何番だっけ。184。いやよ、いやよ、いやよ。あ、そうか、そういうこと。え、今さ、いやよ。待って、明日丸米で素材動画やめてる。どういうこと、丸米で。あ、坊主で素材動画。あ、そういうこと。なんでこのみんな驚かしくん。いや、ちょっと怖い怖い怖い。とりあえず堀井くんに電話しようよ。それこそインスタの DM の堀井くんに電話しようよ。 DM の堀井くんに電話しようよ。堀井とですって。堀井とぞで優勝かライブなので。これ、このやつを見てる達也の知り合いじゃない、絶対。ライブ中なんで電話めっちゃ邪魔してくんじゃん。ライブ中なんでやめてください。ライブ中なんで、あの、電話やめてください。邪魔しないでください。ね、これ切れないの、あの YouTube のこのライブって。どういうこと。あの、ピッて、こっからは載せませんとかできない。無理か。編集できんかな。あ、確かにできんかもしれない。なんで。あ、そういうこと、うん、知らない人と電話してるの楽しくない。じゃあ、じゃあ一人だけにしますね。もう、あの、これいつまでもこのグダグダやっててもしょうがないんで。じゃあ、行きます。普通にバレるときはバレるよ。カットだからカットできるみたいです。ロッタと電話。後からカットできるんだ。しかも DM の時間終わるとか言って。え、DM の時間って何？12時だ。今日前って言って。ああ、そういうことです。あ、まあ終わったのは別に日付で見えるんで。じゃあ、あと2、3分したらやるんで、じゃあそれまでちょっとフリートークで。プレゼントの DM
今した方がいい。プレゼント今やった方がいいよね。そう、今日中なんで。今日の、なんだっけ、パスワード。パスワードじゃなくて、キーワード。キーワード。キーワード、改めて、じゃあ、大成君お願いします。え、言っていいの今。ダメ？言った。いいんか。どうなんだろう。もうでも終わるからね。終わるから。そろそろ。まだ1時間なんで。はい、じゃあ、ちょっと。ダメ？やだ、ダメ。行ったらダメだって。ダメなんだ。やっぱ、あれなんじゃない？そうだよね。やってくれた人が。そうだよね。最初まあでも戻ったら見えるんで。そうだね。そう。なんか面白いやれないかな。言うな、とか言ってる。ちゃっちゃんつなげて。はい、つなげましょう。電話は知り合いだけの方がいいと思います。そうですね。どうやって電話するの。ドン・キーホーテ。キーワードはドン・キーホーテじゃないです。あと僕のじゃないですよ。僕に送らないでくださいね、はい、僕の DM に送ってください。プレゼントね、今日だってこんだけいっぱい用意したからね。改めてプレゼント見せますけど、全部サイン付き、2人のサインが載っております。 iPhone ケース。マオにドキガキ切れドッキリ。急に電話して、どうやって電話して、これを。そう、 あとね、僕の使ってた時計ね。これやばい、時計はやばいね。あとメガネサインしてます。あ、でも見えるよ、これ。こうやってやってん、見える。サインじゃなくて普通にさ、あ、インスタのね、電話番号方が分かりました。マジ。うん、今知り合いに聞いてました。すげえ、できた。うん、インスタで、インスタできるみたいです。電話がどうやって応募するんですか。過去に戻って見てもらえれば分かるんですけど、もうほんと最後に言います。応募方法はさっき言ったキーワードを、あの、大岩達也、僕のインスタグラムに DM してください。そのキーワードを送った中から抽選で10人の方に、うん、プレゼントしますんで。ということです。はい、たっちゃんのね、はい、あの、あれに、はい、DM に送ってください。で、何度も本当にね、はいはい、本当にこのガチの俺のあれなんでね、はい、送ってください。はい、ちょっと今ね、インスタの DM 方法、ちょっと、あ、DM じゃない、電話方法今聞いてるんで。聞いてます。 OK、 あ、来ました。じゃあ行きますね。俺の地元の友達が DM してきてるんだけど。なんで俺地元の友達と電話しないの。インスタ DM 方法なのに、これ家でかけるの。ちゃ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 。インスタ DM でね。行くから。じゃあ行きますね。この方行きます、じゃあ。はい。行きますよ。わかるかな。ゼロとか言っちゃった。誰でしょう。いきます。はい。これすぐ出んのかな、こういうのって。でしょ。あ、もしもし。あ、待って、ちょっと待って。あ、スピーカーじゃない。あ、マジやばい。もしもし。もしもし。あ、こんにちは。お、繋がった。こんにちは。あ、はじめまして、たけると言います。はじめまして。はい、はじめまして、キモです。はい、たつや、たつやです。はい、嬉しい、ありがとうございます。いつも見てくれてますか。はい、いつも見てます。あ、ありがとうございます。すごいね、これ、なんか電話、こう話すの。やばい。死ぬ。死なないでください。いつから応援してくれてるんですか。いつからとかわかんないんですけど、うん、なんかわかんないんですけど、でも中学生ぐらい、うん、すごい、すごい。今何歳ですか。今17です。あ、じゃあもう最近、最近だ。すごい、すごい。え、ちょっとやばいですね。本物ですよね、やばい。偽物です。
偽物ですか。今のは偽物です。今のは偽物です。女好き見えてきてるけど、ほぼ女性しか送ってきてないからね、DM。 やばい。はい、YouTube 見てくれてました。いや、ずっと、LINE ライブも見てくれた。あ、じゃあ今日、LINE ライブもでも7時からずっと見てる。やば、ずっとライブやってるもん。そろそろ飽きませんか、僕ら2人。いや、飽きないです。もうずっとやっててほしいです。あ、本当ですか。はい。じゃあ、あれですかね、達也の YouTube は登録してますか。あ、してます。登録もしてます。お、ありがとうございます。めっちゃ達也口になんかついてるけどね。なんかここついてる、口に。ここに恥ずかしいよ。撮れました。うん、じゃあ嬉しい。何、じゃあ何、でも700人いった記念なんで、700人いった記念なんで、じゃあ達也に言われたいことを、なんか、なんで俺なの、一言。え、達也に何か言ってほしいことありますか。特に特には辛い。はい、バックナンバーの、はい、まばたきを、はい、まばたき歌ってほしいです。じゃあまばたきどうですか。ちょっとわかんない。幸せとは星が降る夜と眩しい朝が、こんなんだよね。ありがとうございます。はい。やばい。はい。大丈夫です。本当にやばいです。はい。ちょっと高かったね。高かったですね。ちょっと高かったね。はい。ということで、はい、じゃあ、電話ありがとうございます。すみません。お電話ありがとうございました。はい。すみません。こちらこそ。遅い時間に。遅い時間に。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます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 。はい。すごっ。インスタって電話できんだね、今。すごっ。はい、はい、もう一人すごい。やもうちょっと電話は、ね、電話も怖いね、怖いね、ちょっと疲れたわ。もう気張るね、気張るわこれ。いや、何喋っていいか分かんないし、ファンの人ってイベントとかで会えばあるけど、なんかこういうのはあれだね、うん、堀井くんやっほー。堀井くん電話しますか。堀井翼です。うん、じゃあね、200、700人いっちゃったんだもんね。でもすごいだね。はい、なんかある。まあ1000人ほど遠いね。うん、会いに行くのは。ふかし電話しててめっちゃ多いね。で、こんな時間に電話したら大変じゃない。まあそうだね、難しい。マオに電話してめっちゃ多くない。マオに羊に電話、あ、マオに、うん、これマオの電話番号知らないんだよ。 LINE で、うん、急にわけわからんこと言ってどう反応するか。あ、そういうこと。そう、まあ次の僕の YouTube 公開する企画があるんですけど、それをちょっと今やろう。じゃあ真央に電話しますか。急に電話して意味わかんないこと言ったらどう反応するかっていう。なるほどなるほど。そう、これ次の機会であげる予定だったんですけど、まあそれのね、ちょっとじゃあ真央にドッキリを、はい、いきたいと思います。やりましょう。どういう感じ。じゃあどうする。普通にじゃあ俺ちょっと今なんか困ってみたいな、めちゃくちゃ借金した。あ、借金したんですよ。借金したでしょうか。ごめん、めっちゃ俺今ぶつけたとか。あ、お金盗まれて今所持金ゼロで、新宿でお金盗まれて今所持金ゼロで一人でいるから、ちょっと1万円持ってきてくんないって言ってくるから。マオはね、だってね、確かにすごい、僕は格闘代理戦争で出会ってっていうか、そう選んで そこからスターになってるんで。そう、しかももう武尊のことはもうね、すごい感謝してたから、うん、これはね、来るよと思うよ。じゃあマオに電話しますね。ちょっと緊張するな、俺マオと電話するの初めてな気がするわ。俺めっちゃ緊張したもん。いろんな人に電話した時超緊張した。絶対笑わないでよ。笑わ。スピーカー、スピーカー。あ、そっか。何だろうって。この時間電話出ないよ。寝てるかな。あ、これ今マオなんで個人情報大丈夫です。これマオです。 LINE なんでマオの。マオ起きてんかな。起きてますように。寝てんかな。隠し事ないって聞くのもドキッとするよね、それ。かわいそう、かわいそう、なんかちょっとかわいそう、それは。変な、めっちゃ下みたいなこと言ってたぞ。
これだって、いや多分これ寝てんな、これライブ終わった後にかかってきたらちょっとあれだよ、そう、ね、ごめんってなるよ、ね、ちょっと企画でって言う、うん、出ないね、出ないね、あ、じゃあちょっと違う後輩にしよう、伊沢ナビとする。あ、はい、伊沢ナビと分かります？ナビといいかも、伊沢ナビとは電話出ると思う、みんな伊沢ナビと分かりますか、めちゃくちゃローケル、僕の後輩なんですけど、はい、世界の伊沢ナミトに、なんて言おう、お金なくなった、そうそう、あ、どうしよう、え、どうする、隠し事あるんですよ、最初、あ、どうしよう、変なこと言う、バレ、みんな嫌ってる、え、俺、嫌われてる、嫌われてる、もしもし、あ、ナミト、お疲れ、おっすおっす、ねえねえ、今俺ね、新宿で、新宿なんだけど、はい、はい、なんか、スリみたいになって、はい、荷物全部取られたの、あ、はい、で、今お金なくて、本気ですか、そう、え、ちょっと、全然、来れる、今行きます、本当、はい、今どこいんの、今上野にまだ巻いて、上野、あ、上野にいんの、はい、あ、じゃあ近いくはないけど、あ、でも、電車で、で行けます、何分ぐらい来れる、俺なんか全部なくなっちゃって、あ、そうっすよね、うん、改札口言ってもらえばもう今そこ上野駅走ってて、本当電車乗ります、歌舞伎町、はい、歌舞伎町の、はい、ドンキの通りなんだけど、はい、ね、何が目印あるかな、ね、まあ、普通になんかちょっとおっぱぶみたいな、え、やってる店ないですか、なんかおっぱぶ来れる、いや、わかんない、それはわかんないです、え、なんかわかりやすい居酒屋とかでやってる店ないんすか、今、違う、今ね、ちょっと俺ぼったくられて、はい、今監禁されてんの、俺そのオッパブに、もう竹内さん絶対もうそれあれじゃないですか、うざけじゃないですか、じゃ本当に今やばいんだって、いや、もう絶対ふざけだ、もう、はい、ということで違う、早く迎えに来てよ、本当に達也も一緒に囚われてるから、いや、なんだガチで助けに行こうと思ったのね、はい、企画です、いや、今上野で友達と飲んでて、なんで、お疲れでも最初からそうすればよかったわ、確かに途中で変えたからかな、変えたからね、気づかない、これむずいね、あと、そう、やっぱっ変なこと言ったからじゃない、ただでも優しいね、やっぱり、え、オッパブもダメなの、これバンナルよ、オッパブバンナル、オッパブだけは大丈夫じゃん、ドッキリやばくない、笑い大丈夫でしょ、これ、ね、これ大丈夫でしょ、怖いわ、いろいろ、もう今ね、だって昔なんか何でもありだったからね、今ちょっと厳しすぎなんだよ、ね、じゃあ次ね、後輩いきますこの企画やりすぎると俺の次の、あ、でもね、俺の次の企画、そう、これを楽しみにってことでね、うん、でも生でやってるからその方がちょっと面白いよね、確かにね、いつも連絡しないような後輩にそうなんだよかけた方が、先髪おもろい、先髪の連絡先知らないよ、だから LINE だと繋がってないの、あ、そっか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 、なんか面白い人いないかな、翔也、あ、翔也面白い翔也もなんか働いてそうだよね、寝てそう、最強春馬、春馬こそあんま喋ったことないからな、俺喋ったことないことはないけど、ノイリくん、ノイリくんだってダメでしょ子供とかいるじゃん、だって確かにね、それはね、ヒロヤとか行ってみる、多団体、ああ、多団体、ヒロヤ行ってみる、ヒロヤ結構純粋だから、あ、ほんと、俺あんま喋ったことないんだよね、ほんと、うん、多団体の方が面白くない、多団体っていうか、あんまこう、まあ、そうだね、みんなヒロヤ知ってますよね、ひろやくんありますか、やばい、何とかで分かってきた、何、ね、あ、マオ来た、マオ帰ってきた、マオ帰ってきた、マオ帰ってきた、マオ来た、どうしよう、え、一緒でいいんじゃない、とりあえずおっぱいしてる、じゃあおっぱい、そうだから、もしもし、もしもし、お疲れ、マオごめんね、すいません、すいません、え、今大丈夫、あ、ほら入ってたの、はい、あ、マジか、ねえねえ、今俺新宿いいんだけど、なんかね、変なバーでめっちゃなんかすごい請求されて、俺今現金持ってなくて、
達也さんの説ですか。いやそう昨日の今日だからね。めちゃくちゃもう構えてるからね。え昨日電話したの。昨日電話したもんね。それ2日連チャンはバレるわこれ。恥ずかしい。これ YouTube ライブ今ライブ今ね YouTube にね、はい、やってるの YouTube ライブで。そう、そう、このまま YouTube 乗るから、じゃあ真央ちょっとこれ自己 PR しようか。じゃあ見てる人に、見てる人にめちゃくちゃってやん。マオ、じゃあみんなに自己 PR して。はい。はい、名前から。はい。マオくん。マオくん、じゃあ、なんですか？みんなファンにメッセージを、じゃあみんなに。自己 PR。いつも応援ありがとうございます。これからも応援お願いします。はい。はい、じゃあ、マオくん、じゃあ、面白かったからマオフォローするって来たよ。おじゃあ、マオ、一発芸お願いします、最後に。いつもやらしてない、それ。はい、一発芸お願いします。結構毎日やらしてる。一発芸お願いします。はい、はい、3、2、1。あった。待って、気になる。何言おうとしたか気になる。あったって言った。何言おうとしたか気になる。何言おうとしたの今。あったって言った。かけ直す聞きたい。あったって言った今。いやちょっと面白いな、まあ。ガチだからおもろいわ。木戸さん、木戸さんバレるかな。木戸さんも結構ね、頭いい、頭いいんだよね。ちょっとじゃあ、木戸さんいきますか。もうこれ、もうこういう YouTube 企画みたいな企画の人だね。ぶわっちゃうんだよね。マオはもう分かっててね。マージャン入ってる。あ、マージャン入ってる。出ないね、木戸さん。後からかけ直ってくるパターン。まあそうだね、それを待とう。じゃあヒロヤ行こうか。なんかヒロヤ、マオが2日連チャンは勘弁してください。ネタ何なんか聞けよ。一発芸何言おうとしたの。もうでもトラウマになるだろうね。確かに何に言っても信じてもらえないだろう。おすげえ増えた、721人だった。りょうさんだって。りょうさんはちょっと怖い。さすがにちょっと。じゃあヒロヤ行くか。ヒロヤ意外とね、本当に心配してくれそうなんだよね。しそうだね。結構ね、すごい まっすぐだから。ヒロヤも結構天然なんだよね。ちょっともう、まっすぐな感じでしょ。まっすぐ、めっちゃ。じゃあ、いきます。みんなヒロヤ分かりますよね。あの、ライジン出てるトライハードの。いきますよ。こういう曲面白いですね。俺が演技力の問題があるんだよね。時間ヒロヤはでも引っかかると思う。あ、でもこの時間がリアルだよね。うん、いや、ヒロヤめっちゃ。もしもし、ヒロヤ、お疲れ。ねえねえねえ、今どこいる？今家にいるよ。あ、家にの？はい。うん。いや、もう今新宿なんだけど、うん。なんかバーみたいなところに来てて、知り合いと。うんうん。そしたらなんかめっちゃなんか高額請求みたいになって、でその知り合いの人がめっちゃ怒って、うん。でその人が今なんか拉致されちゃって、拉致っていうかなんかこう監禁みたいに。そう。うん。で俺もなんか。今出れないの、店から。今その知り合いの人が、うん、なんか奥でなんか多分なんかやられてて、うん、で俺今一応外いるんだけど、ちょ今連絡できる人がいなくて。嘘で、ちょっとどうしようと思って。ヒロヤ今来れたりしないね。いけないことはないけど、うん、マッツンとか連絡した？いや、してない。いや、なんかね、俺今な携帯投げられて。嘘で、壊れてて、で、なんかヒロヤの LINE しか出てこなかった。嘘と、なんかないかな、方法。結構なんかね、あのドンキの通りわかる？ドンキの通りわかるよ。のなんかオッパウとかがあるビルわかる？うん、細かくわかんないけど、うん。うん、とりあえず
これこっち来れたりしないね。ちょっといや、いけるっちゃいけるけど。ああ分かったよ。え、じゃあちょ位置情報送るわ。じゃあうん、送ってて。オッケー、ありがとう。はいはい。おー、すごくない？すごい優しい。ひろやはマジまっすぐなんだよ。まっすぐだね。優しいね。来てくれ来てくれんのかな。ドッキリ絶対ない。いや、いつ行っていいか分かんなかった。ドッキリだったよって言わんと、もう今めっちゃ焦ってるでしょ。どうしようどうしようどうしよう、準備しなきゃなってるでしょ。どうしようどうしよう。え、じゃあ場所をディズニーランドにしよう。ディズニーの、いやもうヒラはね優しいからね。ディズニー来たんじゃ、これディズニーじゃないって言って来たんじゃない。ちょっといや、これはちょっとヒラにね、ちょっとこれで僕を叩かないでくださいね。これちょっとめっちゃまっすぐだよ。今あのね、位置情報をね、ディズニーにした。あのディズニーランドにします。ディズニーランドに、あれ見えるかな。ディズニーランドの位置送ります。ここにいるって。でさ、このままで行って調べたらそのまま分からずさ、ナビ行ったら、うん、やばくない。今ここにいるって送りました、ディズニー。どうする、もう平屋さん、もう車出て、うん、ディズニーとか見ずに普通にこれのまんま、あ、これに走ってたナビ入れて、俺ディズニーだみたいな。しかも今休業中だからね、ディズニー。え、これどこでたあのネタバラシするの。いや、だからもう電話中に行った方が本当はよかった。ごめんごめんごめん、嘘だよっつって、ありがとうって。あ、そういうこと。そう、俺がちょっと引っ張りすぎた。引っ張りすぎた。なんで、あ、普通に来た。あ、気づいた。気づいた。あ、もしもし。あの、助かったわ。今なんかあの奥の人が暴れて、今出れた。ありがとう。ドッキリでした。え、何？あ、ごめんごめんごめん。あ、ひらくん。ドッキリでした。ドッキリでした。すいません。ちょっと YouTube でちょっと今ドッキリをやってて。すいませんね。ヒルヤ今来てくれた、来てくれ、優しい、来ようとしたよね。すごい。いや、ヒルヤ優しいって言われる。いや、かわいそうだからネタバレしましょう。いやもう本当、あのすいません、この引っ張って。俺はね、でもね、タケルがずっと喋ってた。俺。あ、そう。いや、もう最初からさ、あのもうドッキリでしかないと思ってたけど。本当に嘘でしょ。いや、嘘でしょ。え、今あの場所送ったのどうだった。場所見た。いや俺でも、いやもう絶対ドッキリだわって今ね、うん、ちょっと送ってた友達に。そうでしょ、友達。なんで友達に送るの。ええ、あれは、え、場所見た。あの一条ディズニーだった。いや、ありがとう。あ、今ひろやもね YouTube やってるんでね、ひろやとタイガであの YouTube チャンネルやってるんで、あのみんな登録お願いします。いや、ありがとう。さすがに来てくれてありがとう。じゃあね。はい。おー、いいやつだな。ねえ、めっちゃ優しいね。いいやつだね。でもすぐ気づいたったってすごいね。まあ、気づいてたんだね。まあ、YouTube やっとったら多分あれなんじゃない。あ、そういうこと。そういう感がさすんだ。でも俺がそういうのやると思わないじゃん。俺こういう企画やってないじゃん。確かに。いやー、すごいね。740人になってる。そう、伸びた。ちょっと、あ、まあ、いないほか。ちょっと面白くなってきた。てかもう俺の次の企画より超面白いから。次のめっちゃなんか全然もう面白い。でも先輩にかけたからね。え、先輩にかけたの。ヒデさんとか。ああ、そういうこと。リオさんとか、先輩。え、誰する。でもじゃああと一人にしよう。そうだ、ラスト一人。時間だからね。パンサー多かった。それはやばい。芸能系は。いやでもなんかそれね、そのあれじゃん、その事務所のこととかあれだよね。確かに勝手に YouTube チャンネル出したりとか、ね、あれだから。あ、真央からさっきやる予定だった、はいはい、ネタが来ました。あったまきた、足は南のコンパツおじさんです。頭はきた、足は南です。押すってきた。やんなくてよかったね。それ俺らに多分俺らに助かったと思う、それ切ったの。これやってたら多分フォロー外されてるよ。危なかったよこれは。後期ね。でも一番最後だから、ね、なんか確かに。いや、こうや、先輩ちょっとごめんなさい。
怖いよね。そうだね、怖いでしょ、先輩怖いんだよ。なんかちょっとドキドキするんだよ。いやいや、なんだそれ。そうそうそう、俺そうなりそうで、マジ怖いもん。え、それで怒られたら怒られたらちょっと面白いけど。マジ怖かったもん。キザエモンくん、あー、格闘家続きになっちゃうけど。確かに。お母さんはガチで心配するから、それはちょっと。キザエモンくんマジで。ヒヨさん連絡返ってこないんですよ。ガチで心配そう。お母さんはやめよう。中村 P、 中村 P はどうなんだろうね。あんまそういうふざけたことに付き合わせてもね、もうどうしたんですか。いや本当に焦りそうだから。焦りそう。大丈夫ですか。でもみんなが知ってて、ヒロさん、ヒロくんか、ちょっと怖いな。俺怒られそう。怒られそうだ、怖いな。なんか、みんなが知ってて面白そうな人いる？誰かいるかな。もんちゃん寝てるから。寝てるか。キサイモくんでも寝んの早いって言ったっけ。かもしれん。いやでもまあ、でも起きてん。ユンチーの電話も知らないし。ユンチーはやばい。こうやくんが、マサトさんなんかできるわけないでしょ。それはやばい。それはやばい。天地容疑者だ。小沢海と昔元カノ。やめろ。あ、なんか生きていないかな。会えたかりようにタメ口でドキだった。いや、ちょっとやばいっしょ。急にいきなりはやばいっしょ。なんかいないかな。大輔さん。いやー怖い怖い、それが最一番怖いわ。中村 P、 ケザモンくん、深橋選手起きてる。あ、深橋行く。深橋行っちゃう。でもやったけどな俺。え、やったの。昨日やった。だから2日連チャンなの。あー、それバレそうだな。そう、バレそう。まさか俺がやると思わないと思うけど。でも雰囲気似てるからな。でも佐野岳くん、わかるかな。あ、いや、わかるでしょ。みんな佐野岳くんわかる。有名でしょ、だいぶ。ちょっと格闘家以外の人とか面白い、うん、それやばいでしょ。それ佐野岳くん結構でも熱いから、本当に来る、俺行きますみたいになっちゃう。怖い。すぐネタバレしすぐしないと。あ、でもその感じもいいかもね。 LINE でディズニーとかちょっと面白いよね、うん、でもなんかそれで本当になんかあれじゃない、なん本当に心配したじゃないですか。やめてくださいそういうのみたいな感じになったらちょっと気まずいよね。え、佐野岳くんわかる。みんな、いや、わかるっしょ。そう、足速い人、運動神経めっちゃいい俳優のね。俳優の人でしょ。レフリーバダさんだ。佐野天満。佐野天満。マイカはちょっとあれだな、ちょっと切れてきそうだな。おい、かけんじゃねえやつ。まさかずさん。まさかずさんな。まさかずさん、まさかずさん、まさかずさん、まさかずさんいいけど、そんなあんま表に出たくないでしょ。でもマジで心配してくれそうじゃない。まあまあまあ、そうだね。マジ大丈夫か。佐野学行っちゃおうか。じゃあ一回、おいや、それよりかいい人がいたらちょっとやろう。学君ね、ちょっと最近も連絡取ってなかった。嘘。あれどこだっけ。うわ、なんかこんなんで電話かけるのちょっとドキドキするの。ね、これドキドキするよね、うん、普段電話しない人に電話すると。でもさっきのヒロヤの時の演技力はまあまあ、よかったよかったよかった。まあまあバレなかったよね、うん。これ YouTube 大丈夫かな、事務所的に。これでどうなんだろう。でも声だけだダメなんかな。ちょっと後で確認しようか。じゃあやっと気に種明かしした後に、あ、でもそうするとこれもう載せちゃうから、そうだ、ね、編集できないのか。でも編集ができるみたいなこと書いてあったけど、どうできるのかな。どうなんだろうな。
ずいな、どうしようかな。事務所問題があるからね。堀井翼さん、面白い人いないかな。やっぱ中村 P、 中村 P かな。やっぱ事務所関係ないし、一回ふかし行く？一回行ってまだすぐ分かると思うけど。そうかね、事務所問題がね。みんな寝てそう。まあ確かにね、遅いからね時間が。うん、とりあえずふかし行くか。ふかしは見て。じゃああれだ、ダメ元で、ダメ元でふかし行くか。じゃあ行きましょうね。もうバレたらしょうがないっていう体でね、はいはい、もう逆に2日連チャンやってバレなかったらバレるね、うん、アホだね。じゃあふかし行きますよ。スリカで、昨日やったからね、さっきと一緒でいいと思う。うん、ちょっとリアル寝てるかな。リアルなんか寝てそう、結構早めっぽい。ふみぴ寝てるか、さすがに寝てるな。そうだよね、子供いるもんね、うん、しかも結構早いの早起きっぽいよね。あ、やっぱそうだよね。中村 P やってよ、なんかちょっと怒られて尾形さんもね、事務所がどうなんだろうっていうね。そう、時間が時間だからね。ふみぴー行くか。じゃあふみぴー最近連絡取ってないからふみぴー行こう。ふみぴー待って、え、切られた、すぐ切られた。プロフィール画像、画像が、画像がちょっと、あ、来た来た来た、電話来た。いますふみぴー、もしもし。ごめんごめん、ごめん、ね、ごめんごめん、どうした今、何してる。今ね、彼女迎えに行こうかなって。あ、そうな、彼女、ガールフレンド、うん、ガール、うざうざ。え、ちょっと、いいよね。今、うん、新宿なんだけど、うん、なんか、バーみたいなところで知り合いできてて、うん、なんか知り合いがそのまま拉致られちゃったの。え、マジ。うん、なんかちょっとぼったくりっぽいとこで。どういうこと、どういうこと、どういうこと。いや、なんか一緒に、誰誰、ま、マッツンとか。いや、違う、お世話になってる人なんだけど。ああ、スポンサー的な。そう、うわー、笑ってくよ。うん、で、うん、なんで、何した、喧嘩だったの。いや、なんかね、ぼったくりっぽい感じだったから、はいはい、なんか、それ文句言ったら、なんか奥の部屋連れてかれて、そのスポンサーみたいな人が、よいしょ、そう、スポンサーみたいな人だったと。そう、うん、で、うんうん、今なんかそのか、まず金、金用意しろって言われてて、はい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 。で、俺今手持ちが全然なくて、あ、いくらいくらいくら、しゃんしゃん。いや、200って言われてんだけど。200? うん、マジで俺今、マジで言ってんの。おい、じゃあ俺ね、何したの。いや違う、俺グレープフルーツジュースしか飲んでない。グレープ、お酒飲んでないんですか。お酒飲んでない。俺グレープフルーツジュースしか飲んでなくて。やってんか。うん、それで、え、で、でもスポンサーさん酒飲んでたけど、はい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 、だから、うわ、え、とりあえずこっち、っ こっち来れる。別にちょっと待って、じゃあ行くけど、ちょっと待って、したら、うん、場所来るわ。じゃあちょっと待ってて、出てこいっすよ。俺、なんか怒ってない、めっちゃ。いや、なんかすげえ扉で向こうの方に行ってる。え、どういうこと、どういうこと。いや、ちょ、一回住所送るわ、ごめん。はい、ふんびもいいやつだな。いいやつ、しかもふんび結構こういう系
めっちゃ好きっしょこういう系めっちゃ好き。なんかこうなんか 男気がね男気が熱いからちょっと達也の演技がねでも吉井さんと後ろやばい、ちょっと後ろやばいって言ってたけど、えユニバーユニバーにする次見ましょう。じゃユニバー送ります次ムビーもね熱いからね、やっぱ熱い根が熱いからね。ユニバーえバチって切ったの。えユニバーサルサジョってユニバーサルサジョ多分今の多分めっちゃ電話しそうじゃないか。いやそうだよね、ちょ早くしないと待って、ユニバーサル出てこないからディズニーするわ。ディズニーしよう。ちょっと待って、時間が甘かけると怖いわ。なんかフビビー警察がやっぱキロさんから電話キロさんから電話かかってきた。一回ちょっとキロさんかかってきたけど切ります。ちょっと一回切ります一回切りますこれまずフビビーのドッキリを私がしよう。待って、ディズニーどこ、ディズニーどこ上でしょ、右か、ここらへんか、あ、ここだ。はい、今ディズニーを今、フッピーにディズニーを送りました。これディズニーになってる。あれ、なんか違うとこ、あ、でも多分これ、違う。今行く、今すぐ行くよ、大丈夫ってきた。なんかされた優しいな。今すぐ行くよ、なんかされたちょっと殴られたって言うわちょっと殴られたけど大丈夫やば、大丈夫。ちょっとその絵文字もなしで。確かに、これ怖いね。ちょっと殴られたけど大丈夫で、これをちょっと放置して来るんじゃない、そこに、千葉に。キロさんで、これかあの終わらせるのがきついわこれ。じゃあ次キロさんいきます。ふみ向かっちゃうかな。向かっちゃう。同じでいいと思う。うん、使わないでいいと思う。ずる！いやちょっと待って、あの。いや、大丈夫、すいませんなんで分かるんですか。300万よしる300になってるし、なっちゃんもうバレてるから、なっちゃんバレてるから、カツラ持ってくる。いや、大丈夫、すいません速攻バレてるわ。だって、やってたじゃん。え、やってたじゃん。あ、昨日、達也が。ダメかいや、達也の後ろがうるさいと思う。そう、でも信じてたじゃん。はい、今ちょっと先輩といて、はい、ちょっと先輩ちょっと今竹と話したいって言ってるから、はい、ちょっと先輩とちょっとだけ話してもらっていい。はい、あ、今カメラ回ってますけど大丈夫ですか。もしもし。あ、もしもし、こんにちは。お疲れ。あ、こんにちは。何してる。あれ、僕です、たけるです。村越だよ誰が先輩なのこれ、こんなごめんねそのパターンもやばい気まずい。逆ドッキリされたんだよ。最悪村越言ったこの逆ドッキリはきついわ。めっちゃコメント来てる、すごい。今生放送中なんです。逆にやられた。そうなの。はい、生放送ですこれすげえこれ。めちゃくちゃいろんな人出てますこれ今。あ、そうなの。はい、YouTube 生配信してます。あ、そうなんだ。え、これだ、どっちの YouTube。 あ、これ達也の YouTube です。あ、そうなんだ。はい、これは面白いねちょっと面白かったです。コメント今荒れてますいやあ、800超えたよ。お、すごい。すごい、もうすぐ1000いくよ。1000いくんじゃないこれやったら。やばい。すげえ、いつの間にか800超えた。いやー、このなんかこっちからドキュー仕掛けたのにこの悔しい感じ。しかも今。村越です。すいません。あー、どうも。せ去年はどうも。またお願いします。またお願いします。まさかの。おもろい。試合以外で喋ったことないからね、俺。撮影 YouTube 開こうよ、今。面白い。しかも今、木戸さん聞いてください。
今この間にもずっと今あのフミピーが騙されたババなんですよ。フミピー今ディズニー向かってるかもしれない。今あフミピーにさっきと同じドッキリして拉致られてるって言って、で場所教えてって言われてディズニーの居場所位置情報をディズニーに送ったんですよ。今そのままにしてるんですよ。すぐ行くわとか言って。なんでちょっと一回切ってネタバレします。すいません、ありがとうございました、出演。ありがとうございます。本当にね、ちょっと、はい、危ないでしょ、生放送で。生放送本当にじゃあだからドキドキなんですよ、こっちも。めっちゃ増えてってるから。言ったことやってない、本当に。じゃあありがとうございました、木戸さん。ちょっとフミピーに、フミピーにネタバレしないで、フミピーがちょっとディズニーに行っちゃうんで。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。やばいやばい、フンピー何してる、やばい、22分。だって22分で着くって言われてもう今10分ぐらい経ってるから、あと10分ぐらいでディズニー着いちゃう。ディズニー着いちゃう。どこ向かってるのって言う。スピーカーです。ごめんごめん、フンピー、フンピー、ドッキリ、ドッキリです。ごめん、ドッキリです。え、フミピー今どこ向かってんの？ディズニー向かって。今のナビ設定したからあと22分だった。え、マジに向かってんの？マジに向かってんの？全然今高速。扇大橋。扇はどこそれ？扇大橋ってアダプトの高速だよ。待って、やばい、それはディズニーだからね。ディズニーで拉致はやばいでしょ。あ、今ってこれディズニーランドだ。これディズニーランド、それ俺全く気にしなかった。やば、あれだけ、なんだっけ、うん、そのまま速攻現通路からあれしてた、やば。ふざけんって。俺、いや俺今達也といる。今ね、しかもYouTube でね、ライブ生配信してんの、今ドッキリの様子を。830人見てる。え、今向かってた。俺拉致されたと思った。俺でも全然拉致されたと思った。しかも後ろで怒鳴ってたの俺だからね。立っちゃう、怒鳴ってたの。そうだ。しかなんかさ、声、外の声が聞こえにくくてさ、ドダーンみたいな声聞こえるから、えと思って。なんかタケルなんか名前なんか使われてなんかあれなのかと思った。あれだろ、みたいな。いやフミピー優しいわ。ちょっと待って、俺今一人で高速乗ってる。マジで向かってんの、やばい。全然、しかもなんか俺もさっき新宿とか言ってたじゃん。だから22分で出たから、あれこっからあたちから22分つかねえなと思って。あ、もう住所だけ入れたんだ。もう住所だけ入れて、その携帯あ、携帯でボタンでやってたらそのまま行けるからな。フミピーいいやつだね。いや待って、お前今何もう本当これもう勝ちだよ。勝ちだ。マジか。もう達也とタケルもう1日だよ。そっからまただって高速乗って帰らないといけないでしょ。まあ、出口出ないといけないでしょ、まず。出口出ようとしてんだけど、出口がなかなかない。そしたら木戸さんが折り返しかかってきちゃって、もうフミピー放置して今木戸さんにドッキリかけてたからね、今。お前確かに俺より木戸さんの方が数字取れる。いやでも でも木戸さんはね、すぐねドッキリってバレて、ダメだったから。逆ドッキリされてる。逆に全く分かんなかった。ちょっとテンパったもん。え、しかもさ、200万って言ったら俺200万円持ってないから、200万はちょっとい。やいやガチで用意しようとしてくれてるじゃん。いやでも200万今現金で持ってるわけないっしょ。いやーマジ、ちょフミピーちょっと見直したわ、ちょっと。いや見直したって疑うな、最初。最初から疑うな。いいやつだね、フミピー。もう今ちょっとなんか一気になんかもうなんか落ち着いちゃったよ。高速の上でしょ、でも。車で電話してる。早く、あの高速降りて、早くディズニー来て。何？早く高速降りて帰って。ムカつく。おやすみ。
ウッピーおやすみ。それおやすみ。で高速乗ってまた。また帰りの高速乗って帰って。はいよ。お疲れ、ありがとう。またね。じゃあね。すごいね。いやフミピ面白いわ。これフミピいいやつだな。いいやつだなってかみんいいやつだな。みんなやっぱ助けに来てくれんだね。助けに来るんだね。いやこれ面白いわ。この企画面白いわ。いやー。あ、こめかみ痛い。人笑いすぎてやばいわ。高速乗った方がいいわ。あー痛い。しかも834人っていうからね。そうでしょ。すごいよ、もう増え続けてるからね。いやちょっとラストにしよう。これはもうちょっとキリがないからね。そうですね。中村 P はいいんかな、やって。いやでもこれフンピー超える人いない気がするんだよね、もう。いや今の超えないと思うよ、勝って高速はやばい。じゃあ普通見るからね。うん、あーやば。これはしかもこれはちょっと来れないかも、ね、これないね。これで、まあ、もう12時になっちゃうしね。もういい具合。あと5分だ。あと5分。じゃあ最後にちょうどね5分、うん、あれだしね、応募待って。もう今800何人だもんね。19人。いや本当この長時間ね、ありがとうございました。いっぱい見ていただいて2時間半ぐらいやってるからね。そう、まあね、この YouTube 見てくれてる皆さん、とりあえず、はい、達也チャンネルと、はい、たけるチャンネルの登録だけ、はい、本当お願いします。お願いします。TikTok も。あ、TikTok もね。TikTok もお願いします。ぜひ、それではお願いします。はい、じゃあ、みんな12時でそろそろ寝ないといけないんで。はい。はい、そうですね。ありがとうございました。長い間ありがとうございました。はい。なんでこれ書いてる？プレゼント。この動画残して。はい。はい、この動画。残しますんで、うん。応募してください。ぜひ。あ、そうだ、プレゼント企画があるからね。プレゼント企画あるんで。だから、いっぱいプレゼント用意したんで。はい。はい、よろしくお願いします。あと5分。はい、今日5分間だけできるってことか。そうだよ。あ、そうだよ。で、あと5分。今日までだから。達也のインスタに、はい、さっき言ったキーワードを、はい、言って、応募してください。応募してください。そしたら、このプレゼント、僕のグッズたちを送りますんで。はい、ということで、はい、今日は、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。175分だって。やばいよ。初めて俺こんなライブやったもん。そう。すごい。12時にピッピになったし、ね。すごい口の中になんか入ってたし、あー笑った。おい、つけんじゃないということで、はい、皆様終わります。おやすみなさい。ありがとうございました。俺たちは草の組だ。じゃじゃん。ダサいなー。ありがとうございました。ありがとうございました。またやります。